よいしょ。あれ？時間ないな。ちょっと待って。始まりました。始まった。かなり時間差ある。はい、始まりましたね。はい、皆さん遅れました。すみません。すみません。毎度毎度遅くなりまして。映ってますよね。はい。こんばんは。116回目のおまとめ。116回目でございます。はい、今日がラストですね。ラスト絶対ラスト。もう間違いしましょう。ね、あの、ミカちゃんと二人で確信を持って、はい。来ましたので。では。もうラストでないと困ります、ね。困りますね。はい。はい、じゃあちょっと読みます。今日もありがとうございます。キーちゃんさん、カリさん、ミカさん、こんばんは。コードリしていい状況と伝えていいですか？コードリー、面白い。もうコードリーですわ。コードリーしましょうよ、うん、一緒に。どんなコードリーか、ちょっと見せていただきたい。もう、ボンドリーでも、ボンダンスでも何でもいいんで。はい。はい、皆さん好きな踊りをコードリーしましょう。うん、レオレオさん。カリさん、ミカさん、こんばんは。毎日目の前でぶら下がっている人参追いかけてる気分です。そうですね。本当なんですよ。まさにですね。さくやさん、かおりさん、みかちゃん、皆さん、こんばんは。銀の情報を参考に私も追加しようか、絶対もう追い銀ですよ。もう、フィルさんのやつ読みましたか？後で説明しますんでね。情報いつもありがとうございます。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。ジューティン、こうちゃんさん、こんばんは。今夜もお願いします。ひでひでさん、まさかの116回目のライブ配信。大変。まさかのですね。本当に。ね。大変お疲れ様です。よろしくお願いします。はい。オレンジさん、かおりさん、みかさん、今日も配信よろしくお願いします。はい。ハイパーさん、かおりさん、みかさん、皆さんこんばんは。残念なことに、今週も参加です。自分も、レンガ風の、鬼太郎の塗り壁、衣装で撮らさらり、見に行こうかな。会う前に危険人物として捕まり。あ、大丈夫。レンガの塗り壁てる人なんか、あの、舞台に立たせたりしてましたよね。してました、してました。ね、うん。喜ばれますよ。山崎さん、お疲れ様です。お疲れ様です。ねさげさんの実現まで頑張ってください。はい。清俊さん、こんばんは。よろしくお願いいたします。憩いの一時。憩いの一時。明日への活力になっています。情報ありがとうございます。嬉しいですね。ありがとうございます。竹下美恵さん、こんばんは。私も、銀追加した方がいいのかなと、そわそわ習慣です、はい。はい、そうです。今日もありがとうございます。はい、サネさん、こんばんは。0202さん、こんばんは。いつもありがとうございます。ファルコンさん、こんばんは。いつも有益な情報の翻訳と配信、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ナオコさん、お久しぶりのライブ参加となります。英国のナオコです。日々のお二人のご活動大変。感謝しています。かおりさんの投稿されたクラシック音楽とそうめんの関係がとても気になりました。あ、気になるね。私はもうずっとそう思ってるんだわ。音楽に関しては結構語れる部分がいっぱいあります。また後ほど。はい。気になりつつ深掘りしていませんでした。機会があればかおりさんのご理解をもう少しお聞かせ願いたいです。うん、はい。銀30ドルを打ったところで気合の下げ工作が始まりました。下げ工作が始まりましたね。はい。この攻防戦から目が離せません。まず、75119593、こんばんは。また、土曜日が巡ってきてしまいました。ちょっと、まだ終わらないと、もうそろそろ中盤にかかってるよね。はい。小林悟さん、こんばんは。4月15日はタイタニック号が沈められた日だそうですね。おぉ。4月15日ですか？お、そうですか。乗船していた人たちの無念を晴らしてほしいです。4月15日でしたっけ？そうだったでしたっけ？かおちばさん、こんばんは。はい。今夜が最後で。はい。間違いないですね。でも来週もお会いしたいでしょう。もう会いたくないです。会いたくないですよ。会いたいけど、会いたくない。葛藤ですね。どこだっけ。
ヨアイさん、カオリさん、ミカさん、皆さんこんばんは。本日もどうぞよろしくお願いします。今日で最後という言葉に心躍りますね。八福さん、こんばんは。今週こそ楽しみですね。そうですね。来週こそ楽しみですね。ケンジ長尾さん、カオリさん、ミカさん、こんばんは。週明けの嵐を楽しみにしています。はい、そうですね。ひまりんこさん、こんばんは。今日が最後ですね。そうですね。最初からライブ参加できて嬉しいです。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。あ、終わった？ちょっと待って。おしまいです。そう、終わっちゃった。ちょっとまだ待ってないんだ、私。まとめが、なんか喋れる。ミカちゃんなんか喋れる。ちょっとまだ待ってない。誰かなんか書いてください。プロフィールさん。一応、終わっちゃいました。あ、タイパンさん。なんか書いて。1912年4月14日、4月14日。うん。の23時40分、事故現場の時間に、氷山に衝突。翌15日に。で、未明沈没。15日？あ、何日？沈没したのは15日。15日、あ、うん、そこに合わせてきたか。あ、氷山に衝突したのが14日。あ、そうだ、去年それ投稿したな、そういえば。はいはいはい。あ、そうだったんですね。そうだわ、そこに合わせてきたんだわ。ということだ。もう間違いない。そこで、やっぱり、金融を崩壊させるのはそこだ。そこに合わせに来たな、これは。みらいさん、こんばんは。今夜もお願いします。八福さん、日本時間の14日15日16日に注目ですね。うん、そうですね、はい、いかがでしょうか。ちょっとね、いっぱい本当はまだいっぱいあるんだけどなあ、これもでもごめんなさいね、ちょっと本当に全然落ち着かなくって、いろいろバタバタしていて、そうですね。ちょっとまだ。すいません。私がいっぱい投稿しちゃうから。いい。ね、これ。これはいるわ。あと一つだけ、フィルさんのやつだけ入れないと、入れないことには。オレンジさん頑張れ。フィルさん入れないと始められないよね。応援してください。ありがとうございます。オレンジさんが。ちょっとどうしようかな。はい、放送事故みたいになってる。ちょっとね、でももうちょっとですよね。もうちょっとなんだけど、ちょっと一つ今入れたいやつが、入れたい場所が見つからなくて。どこだ？あ。なんか書いて、誰かなんか書いて。うん、エクリプスさん。エクリプスさん。ルーナーエクリプスさんです。うん、こんばんは、こんばんは。こんばんは。ハチフクさん、お二人はブラックスワンが初めに起こる事象だと思いますか？エバイジ排除がいつなのか気になります。そうですね、そこはちょっとね、どういう順番でいくのかはちょっとね、分かんないですね。ポンタロさん、初コメです。初めましてですね。ポンタロさん、ポーじゃないか、ボかな、もう字がちっちゃくて見えないボンタロさんですよね、多分ね。ボンタロさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ケンケンさん、こんばんは。こんばんは。はい、いかがでしょうか。はい。あと一つ。あと一つ。じゃあ、ちょっとこれだけ検索でいくわ、はい。あと一つです。うん、あと一つ、うん。あ、書いてくださって。ありがとうございます。バズさん。トラさんの72時間気になります。はい。ね、気になるね、それもね。ボンタロさん、二人の情報、感謝します。オレンジさん、セミどうなった？セミ来ると思うよ。セミは、4月8日から1ヶ月後だそうです。そう。来月ですね。うん、来ると思いますよ。セミの大量発生。これ11日。恐ろしやーですね。恐ろしやー。セミファイナル来ますよ。9日。セミ、てんてんてん。サルサムさん、皆様こんばんは。いよいよ EBS 来そうですね。来そうですね。そっちかも、そこまで行くかわかんないけど。来そうですね。あ、送れるようになりました。はい、ありがとうございます。はい、ひでひでさん、旧カウントダウンは結局陽動だったのと。うん、そうだね。未だに、うん。未だに更新されてない。オレンジさん、日本にも来るのか、セミが。セミ、日本には来ないでしょう。日本に来る前に、みんな海に、ぼとぼと沈没して。ね、そんなに長く生きられないから。時速どれぐらいで。飛べるのか分かんないですけど、日本までは来れないと思いますよ、おそらく。でも日本に来るまで7日間、経ってしまうじゃないですか。経ってしまっても。7日間しか生きられない。ね、生きられないから、の人たち、うん。そうそう。あれ？うまくいかないなぁ。はい。はい。さあ、これでいけました。はい。これをミカちゃんに送ったら始められます。はい、ありがとうございます。
ちょっとお待ちくださいね。今日も雑音気をつけてください。で、私が一番危ないですけど。いやいや。はい、送りました。はい、じゃあ、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ始めていきたいと思います。ありがとうございます。はい、もう今週もいろんなことがありすぎて、フィルさんのライブが2回あって、もう2回目の、ね、後半の、まあ、1回目のやつも面白かったんですけれども、もうすごい内容だったんですけれども、2回目の、木曜日？木曜日のライブがもう爆弾発言出ましたね。トラさん、ブリックス、アメリカがブリックスに入ることに署名したと。フィルさんから来ましたね、これね。なんかもうあの瞬間のもうライブ見たとき、本当鳥肌立って、私もう、うわーみたいな、うわーみたいになりました、本当に、もう、いやーみたいな、そんな感じでした、うん、一人でもう鳥肌立ちました、もう嬉しくて、で、泣きましたね。私フィルさんのライブ見てると見ながら泣いたことが何回もありますけども、今回も泣きましたね。本当に感動して泣いちゃいました。うん、で、もうね、いろんなことが、もういろいろ、もう先ほどね、ちょっと、ね、たまたまね、ミカちゃんの家に着いて、で、で、こう、投稿内容とかの作業をしてたんですけれども、ミカちゃんがテレビの画面に NHK 映してくれてて、で、それ、まあ、音は出てないんですけども、それを見ながら、こう、作業してて、時々、チラチラっと見ると、もう NHK のニュースがすごい変わって、もう私、テレビ見るのもう、半年ぶりぐらいで、私、10年ぶりぐらいですね。半年ぶりぐらいで、半年前はお好み焼き屋さんでついてたのをたまたま見たっていうだけで、家ではつけてないんです、つけることないんですけれども。で、もう本当にびっくりしましたね。で、イッスとイラクの件ですね、がさっき報道で出ていて、ニュース、NHK のニュースで出ていて、これはもうね、おそらくホルムズ海峡閉鎖もう来ますね。それ来たらもう全ての合図ですから、もうそれが来たら株式、暴落、もうそれはもうシナリオとして間違いないことなので、はい。それがもう、テレビのニュースで出てきたんで、日本の。もうすごいことですね。まあ、それだけじゃなくて、まあ、ニュース見てて、もう本当に、ニュースをつけてくれたおかげですごいいろんなことが確信に変わったんですよね。私も、こんなことが報道されてるなんて知らなかったっていうことをいっぱい見れてて、ちょっと驚きました。よかったです。いや、テレビつけて。もう、それで、うわ、来たみたいな気持ちにもうめちゃくちゃなって、みたいなね。はい。まあ、そんなこんなで、ね、今週月曜日、ないし、まあ、日本時間でいうとこの火曜日じゃないですかね。から、何日間かは始まりますね。これは間違いなくほぼ。と、もう断言してもいいんじゃないかなっていうぐらいの確信が持てるようになりましたね。はい。はい、そうしましたら、まあ、ちょっと話したいことはたくさん山盛りあるので、もう今週は、本当フィルさんのお話も面白い話がいっぱいあったので、まあ、ちょっとね、一つずつ、例を挙げながら、記事を挙げながら話をしていきたいと思います。で、まあ、あとはあれですね、先週、まあ、これはもういいか、後ので出てきた時に話しますね。はい、じゃあ、スタートしていきましょう。はい。はい。で、一番上ですか？はい、一番上からいきます。ちょっと順番が、ただ、これで良かったのかどうかは、最後の調整ができてないんで、わかりませんが、はい。じゃあ、1オンス30からいきますよ。はい。あ、またスペース忘れてた。でもまたしながらスペース立ち上げるの忘れてた。ちょっと待って。ちょい待ち。スペース待ってくれてる人も、ね、いつもね、待ってくれてる人もいるのに、申し訳ない、本当に。じゃあ短いから読んでましょうか。読んで。フィルさんですね。はい。銀が30ドルになる？うん。銀が今日遅くに30ドルで引けたら、月曜日の株式市場の動きに注目してください。前回確認した時よりさらに高くなっている。
カルちゃん、カルちゃんのコメント。その後下落しましたが、ほんの、あとほんの少し30ドル届きそうなところまで来ました。はい。まあ、フィルさんの話だと、その後動画があったんですけど、後で読みますけれども、タッチしたみて、30ドルにタッチしたみたいな言い方をしてたんで、タッチはしてないと思うんですけど、うん、まあ、ちょっと、もしかしたらそこに、一回タッチ仕掛けたところの、があるのかもしれないですけれども、一応そこ、その、一瞬、バッと上がった時があったのかもしれないですけれども。はい、ということで、それその下なんかありました？下は。ない。ここまでか。それは、うん、この記事はそこまでですね。え、かおりちゃんはもう大いぎんしたんですか？え？もう買いました？買おうと思ったんですけど、うん、さっき銅買いました。銅のインゴット。銅のインゴット買いました。はい。もうさっき、もうすぐに届かないと嫌だから、だからアマゾンので買って、でさっきアマゾンプライムに入ってるから、もうさっき、うん、今日のお昼ぐらいに買って、さっきもう出発してもうすぐうちに着くみたいになっ、うん、出てた。銅はインゴットのメダルも持ってなくて、銅は本当に10円玉なんですか？メダル、そうですね、トラさんの私はコインも持ってるんですけれども、ちょっとまあ銅買っとこうかなと思って、本当はシルバー買おうと思ったんですけど、やっぱりね、どうせ買うんだったら、カリさんシルバーいっぱい持ってるんですね。うん、それでコインもいっぱい持ってるから、うん、ただなので逆にもうトラさんのコインとか、Q のコインとか、うん、そういうこうちょっと珍しいやつをちょっと高くても買っちゃおうかなと思って、さっき見てたんですよね。そういう持ってないやつ、持ってるやつはやっぱり自分が買った時よりも高くなってるから今。だからね、もう今更その値段で買うのもちょっと嫌だなって思って。で、それだったらもう、トラさんコインを9000円ぐらいのやつかな、買おうかなってちょっと思ったんですけれども、やっぱりちょっと9000円出せないの、今の私にはと思って、うん、銅の妹に買いました。はい、6000円ぐらいだったかな。あ、うん、そんなもん。あ、そ、あのインゴットって言っても1キロじゃなくて、うん、1ポンドで、1ポンドだから450グラムぐらい、うんうんうん。いいじゃないですか。はい。うん、まあ、ちょっと、銅にも、はい。銅にもかけよう。まあ、というわけでね、ちょっと、まあ、いや、フィルさんまで行ってから話しますね。じゃ次。銀は昨夜急降下。次、こちら、チャットメンバーのマーク2さんから、いつもね、本当に、シルバー、ゴールドの、チャットの話題をいつも提供してくださって、本当に助かってます。ありがとうございます。すごく楽しみにしてるんですよ。そうそう、ね、マーク2さんが、マーク2さんの情報ね、出してくれたおかげで、私もちょっと見に行って、みたいな、あ、本当だ、みたいな感じで。はい、ね、普段からチャット見てないから、こういうね、なんだろう。ヒントくださるとすごい嬉しい、助かります。で、0時過ぎから、これ今日の朝書いてくれた文なんですけれども、0時過ぎから金銀が急降下。写真は銀のグラフで5円くらい、また金だと200円くらい下落。で、向こうは現在お昼ですが、大手銀行の抵抗を感じます。本当ですね。で、月曜に復活を祈りながら土日の値動きを注視します。ということで。はい。で、まあ、これに対しての結構明確な答えがその後、フィルさんから来るんですけど、その前にもう一個ありますね。金。はい。よいしょ。はい。じゃあ、もうこれ読みますね。金スポット2370ドル。ウォーっていうことで。ね、金ももう本当に、もう史上最高値を。こちらがすごいですね。うん。もう史上最高値をもうずんずんいってますね、金の方も、うん。はい。金はね、欲しいけど買えないな。さすがにね。単価が高すぎて。で、次。銀、フィル。フィルさんの。ですね。はい。うち、むしろ金をこの間、売ってましたね。あの金より銀の方が上がるから、あ、だから、ね、だからもう、金は売って、その分銀に買った方がいいなと思って、金は。そうですね、伸びしろがね、全然違いますから、うん、その意味で言うところの、ところは、やっぱシルバーの方がいいかも。はい。銀が一番ね、まあ、銅も一応買いましたけど、やっぱり、伸びしろが一番大きいのは銀だと思います。はい。じゃあ次。
あ、じゃあこれちょっと長いけどお願いしていいですか。銀は今日30ドルだったのにまた28ドルに下がって29ドル30ドル、そしてそれ以上への大躍進の日ではなく平均的な金額の日になってしまった。今日銀が20ドル台にとどまったことを本当に喜ぶべきだ。なぜならそのおかげで今日だけでなくもっと多くの時間を手に入れることができるから。週末に動くことはないだろう。おそらく今日のこれなんていうんだ、始めねかな、終わりには分かるから、うん、始めねかな、始めねかな、始めね、おそらく始め言わない、言ったことないかね、と同じ値段で取引を終えるだろう。私個人としてはそして利己的な観点からは30ドルまで行ってそこでホールドしていた、方が良かったと思う。もちろん、しかしもしあなたがまだ金属に分散投資していないのであれば、彼らが考えていたような今日のようなプロジェクトプロテクションを大幅に下回る結果となったことを本当に喜んできた。金は史上初めて1オンス2500ドルを驚かした。銀は10年ぶりの高値更新。高値は1オンス30ドルに触れた。もちろん今は少し横ばいになり、28ドルあたりに、それでも。カットしたって言ってたから、一回多分バーってなったのかもしれないな。ちょっと細かいの見てないんで。多分そういう言い方してました。うん、それでも1週間前よりはずっと高。しかし私は巨大なことが起こることを期待している。月曜日の朝営業開始の時だ。だからまだアポイントメントを取る時間があるし、あなたが買い物をする時間もできたね。このアポイントメントについて、もしあなたが、二つのサイト、ね。この辺はもう、の、あ、じゃあもういいか。うん、はい、ここ飛ばして、うん。銀が1オンス50ドルになったら、あなたは銀を買うことができますか？金が1オンス4000や5000になったら、なら、あなたは購入できますか？おそらく無理でしょう。だから今日実際に起こったことを利用しましょう。大きなブレイクアウトはまだ見られなかった。明らかにブレイクアウトは見られたが、大きなブレイクアウトは見られなかったから、それを利用しよう。そして家族、友人、みんなを仲間に引き入れ、会話が必要であればしてもらう。そしてもし彼らが会話を必要としているのであれば、家族の友人を誘ってほしい。会話をしよう。銀についてみんなに、いろんな人に話してねって。彼らを参加させよう。私の PSI チームに紹介しよう、うん。私の PSI チームは素晴らしい。もう3年近くやっているの。すごいって信じられない。この金融市場稀に見る画期的な時期に、できるだけ多くの人々を助けることができる。できたことに本当に嬉しく思う。だから気にしないでください。私たちが30ドルになっていないことを気にしないで。それはあなたがこれに関与しようとしている場合、1オンスあたり数ドルの余分な費用がかかるだけです。来週は大きな週になるだろうから。というわけで、リンクは次の通り。はい。うん、ということで、もうフィルさんもそのようにおっしゃってて、まあ、もうそれを朝その動画見た時に、うわ、本当だ、これ買い時だわ、この週。でも本当に神様がくれた、タイミングですよ、これ。もうそのまま30ドル突破したら、もうフィルさん、昨日の夜もう爆、ものすごい量の投稿されてたんですけれども、そのまた朝起きたらもうフィルさんの、投稿が70ぐらい溜まってて、でそれを一つずつ読んでいってたんですけれども、もう、30突破しちゃったらもうすぐに40、50になって70になって、でそこら辺を超えたらもうつざむんですよって言ってて、つざむんですよって言ってて、で、その、あ、もう一個投稿してるよね、確か。あ、投稿してなかったっけ？それの、あ、違うな。私、準備し忘れちゃったっけな。準備し忘れちゃってたな。じゃあちょっと表示できないの、準備し忘れて表示できないので、ことで言うと、なんだっけな。50ドルを超えると、まあ、それと、X にも、テレグラムにも投稿したんですけれども、50ドルを超えると、コメックスが、閉鎖にもなる、もう間違いなく、で、フィルさんは言ってました。でも、コメックス閉鎖になった後のことってなると、もう、
もう、あの、銀を持ってる人たちの、ね、あの、持ってる人たちからしか買えなくなってくるから、その、本当に必要としている、アメリカの政府とか、あの、イーロンとか、そういう、あの、工業製品とし、製品に、あの、銀を使う人たちとか、そういう人たちが、あの、本当に欲し、必要なので、あの、そう、直接そういう人たちから、が、あの、買えるような、そういうサイトが立ち上がるだろう。立ち上がりますって言ってました。うん、はい。なんか、あの、それはちょっと私、X には投稿してなかったな。テレグラムにはさっき投稿したんですけれども、不動産の売買みたいな感じで、うん、あ、なんかね、一般の方からの質問に対して、それを、に、フィルさんが質疑応答するような感じで、ちょっと銀についての、あの、質疑応答みたいなのをちょっとフィルチャットでやってたんですよ。で、それの中の一つなんですけれども、ちょっと投稿してないんで、ことで言うと、なんだっけな。不動、質問の方が、もし、自分が、シルバーを売りたいと、売りたいと思ったときに、米国政府とか、イーロンとかに、と、直接コンタクト取ったりできますかみたいな、そういうような質問だったかな。そういう質問だったんですけど、それに対してフィルさんが、そこは心配いらないよって言って、そのタイミングまで来たら、不動産の売買とかと一緒で、不動産とかの売買だったら、例えばこう、不動産の写真に載っけて、で、私はこれを、この家をいくらで売りたいみたいなオファーを出して、で、それに対して買いたい人が、じゃあ私この家、いくらで買いますみたいな、買いたいですみたいな、そういう交渉ができるような、サイトとかってたくさんあると思うけど、そういう風になるって言ってました、フィルさんが。で、自分自身も、そういう感じで、いつでも売れるようになるから心配しないでって言ってました。で、かつ、自分も、そういうものを作るつもりなのかちょっとわかんないですけど、大きな大きな大きな、プロジェクト考えてるから、そこも、そういうのもあるから心配しないでっていう返答してました。まだフィルさんがそういう、こう、売買できるような、サイトも作るつもりなんじゃないかなって思いましたね。まあ、今までやってきたことから考えると。はい。なので、とりあえず、どこで売ろうとかいう心配は今はもういらないと思います。フィルさんの話によるとね、まあ、私も断言できないんで、はい。というようなことを言ってました。フィルさんの昨日の夜の、すごい投稿なんですけど、面白いんでね、まあ、もし、ね、興味ある人は、フィルさんのところにちょっと見に行ってください。私も何個かは訳して、テレグラムには投稿したんですけれども、X には投稿してないですね。はい。じゃあ、そうしましたら、次行きましょうか。はい。そこまででいいかな、銀の話は。はい、とにかく、もうこの週末が本当にね、お持ちでない方は、もう、まあね、ちょっと断言していいかはちょっと、わかりませんけれども、コイン1枚でも、購入されるたらどうかなとは思いますね。今で、1オンスのコインが、まあ大体5000円ちょいぐらいになってますね。はい。うん、そんな銘柄ものじゃないもので。まあでも1枚だけでも、そういったものをちょっと食費切り詰めて、とか、でも、持っていると心のね、心強いものになると思いますよ。とにかくフィジカルな、貴金属は、もう必須じゃないですかね、これからの世の中。ね、アメリカも金本位制になったわけですしね。はい。では、次行きましょうか。じゃあ、銀行。はい。はい、はい、あの画像もまたすごいですね。画像だけ見たかったんだけど、はい、内容は確かあれじゃないですか。銀が銀行を破壊することになるんだろうということで、もうね、あ、はい、これが銀なんですね。うん、そう銀が銀行、うん、銀行っていうぐらいですからね、銀行じゃないですもんね。そうですね。うん、確かにそうですね。もともとやっぱり銀ですよ。うん、はい。そうしましたら、
で、その画像が素敵だったんで、これは。はい、ちょっと起こします。画像がすごいインパクト。うんうんうん。うん、じゃあ次。うん、次次いきますよ。はい。12日、はい、米国が水面下でひっそりとブリックスに参加することになぜ意味があり重要なのか。なぜなら米国財務省は RV の際 QFS 財務省口座に米国のゴールドバック紙幣を入金するからだ。法定通貨でないお金を入金することはできない。ブリックスに、うわ、ブリックスに加盟し文書に署名することが、ブリックスに加盟し文書に署名することでそれが可能になる。これは現実に起こっていることだ。続けよう。ゼニファー・ファロー・ドーリングという人。はい、ありがとうございます。ゼニファー・ファロー・ドーリングさんが、うん、ファロー・ソフィーさん、フィロソフィーじゃなくてファロー・ソフィーさんですね。うん、はい、ね、この方なんか結構今までも何回か取り上げたことありますね、うん。はい、ありがとうございます。ということです。はい、もうアメリカは。ね、これについては後でまたフィルさんの話するときに出てきますけれども、ブリックス参加署名しましたということでした。はい。しかもトラさんがコマンダーインチーフとして。はい。では、はい、次、スダチ。はい、ここ、もうこれもね、もう来週はもうこのイベントが待ってますからね。もう、そうなんですよ。もう、これにかけてますよ。ね、もう来週でしょ。いろんなことがね、来週なんですよ、どう考えても。だから、もう、頼むよ、スダちゃん。スダちゃん、頼みますよ、もう、バイジンに招待されてるんですけど、バイジン自ら招待していますからね。ね、はい、スダにはアメリカに1週間滞在する。何をするんだろうか、トラさんと会うのだろうか。Yes。はい。ということで。トラさんと会うだろうか。はい。ね、そうですね。トラさん。はい、もう、バイジンの陰にはトラさんがいますので。はい。はい。一週間滞在するんですよ。一週間かけてね、はい、いろんな話しないと。うん。ね。だから。一週間もいるんだからトラさんと会いますよ。それはいますよ。ね、うん。会います。むしろそちらの方が本番ですよ。うん。ね、バイデンだって何の、うん、空っぽですから。はい。うん、次ですか。はい。はい、DC、はい、しょ。そしてそのタイミングに合わせて、はい、こんなことがあるんですよね。もうこれも来ましたね。来、ゴルディロックスさんからの情報です。来週、世界銀行と IMF はワシントン DC で2024年春季総会を開催する。今年は4月17日から16日にかけて短縮された開催となり、15日月曜日から20日金曜日にかけては、付随的なイベントも行われる。で、イベントスケジュールがここにありますということで、ネットのサイトも貼ってくださっています。ね、15日といえば、須田ちゃん、弟子に行くじゃん、みたいな。はい。しかも1週間、同じ時間、同じ、この言ってる時期と同じ1週間、弟子にいるんですよ。で、もう出発したってさっき。出発しだめした。ね、ありますね。はい。はい、だから、今日、そうですね。もう出発して、うん、で、明日着いて、で、月曜日から、いろいろやられるんだと思います。開催されますね。はい、うん。うん、だと思いますよ、スダちゃん。はい。スダちゃん注目ですよ。うん、はい、じゃあ次。ミリシアン。はい。安定のミリシアン、ね。安定のミリシアン。はい、ね、うん、ミリシアマン、この記事にはディナールとドルの関係が変化するという明確な兆候がある。彼らは将来的にディナールの方が良くなるだろうと述べている。ドルとディナールの問題は以前から注目されており、このデリケートなテーマについて公開会議や非公開会議も開かれてきた。経済的にも政治的にも長い複雑なプロセスがあり、そのプロセスは現在ディナールが将来的にもっと良くなるという方向に進んでいるようだ。その未来は数日以内に実現されると思われる。数日以内に実現されると思われるんだそうです。ワシントンでスダニ首相と米大統領、米財務省、米連邦準備銀行との会で、うん、みんな、ね、集まる、うん、ね、大統領と
財務省で IMF も、うん、IMF との間で経済パイが大きな話題になる。これは大変に強力で、その意味合いは非常に大きい。スダニが会談に持ち込む経済ファイルにおけるディナールの強さは、これら13のセクターすべてを念頭に置いたものとなる。彼らは皆直接的、間接的に為替レートの影響を受けています。うん、為替レートの影響をね、受けてますね。はい。はい。次行きます。はい。4月の。はい、銀行ストーリー。はい。カナダ発の銀行ストーリーを紹介しよう。今朝、小切手を預けるために銀行に行き、銀行のマネージャーはドアを開けて私を歓迎してくれた。ドアが開くとそこにいたのは私一人だった。私は彼に新しいシステムはどうなっているのか、その時が来たら外貨両替はできるのかと興奮気味に尋ねた。驚いたことに彼はとても親切で両替をする金融機関に選ばれてないと言った。かっこそこはサーバス信用金庫だった。かっこ閉じる。しかし私は保有資産を分散させたいと考えており、QFS がその大部分を占めることは分かっているが、その時が来たら資産管理について話をしたいと思っている。私はどれぐらい近づいている？今月中ですか？と尋ねると彼は、はい、今月中、4月中までには。と答えた。よしよしよし。よし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 なんだっけ、今了承していただいた瞬間にムツゴロウさん思い出したよし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 ムツゴロウさんって亡くなった亡くなったってもないムツゴロウさん思い出したよしよしよしで今月頼みますよ、うん、でライオンと頼まれてよしよしとか言いながら、ねね、噛まれてお怪我したりね、うん、はい、ということで、はい、そうしましたら私はオフィスまで走って名刺を取りに行き、私のところに戻ってきて、その時が来たら必ず電話しますと言ってくれた。あ、私はじゃない、彼はね、彼が名刺を取ってきて、その時が来たら必ず電話しますと言ってくれた。こちらはカナダ、アルバータ州なので、これが本当なのかどうか確信を持てないカナダ人たちのために、私はこれが本当だと断言できる。日本でもこういうなんか体験談 ね聞いてみたいですね。聞いてみたいね。うん、今のところで聞いたことないかな。ねえ、そうですね。もうめちゃくちゃ具体的なのがないですね。ちょいちょい近いのはありますけど。はい、4月末までにはということですよ。もうお願いします。本当にもうお願いします。今日はもう。いい情報がいっぱいありすぎて、もう、はい、はい、もう最終回にふさわしい。もう決めつけ。はい、決めつけることが大事ですね。引き寄せの法則ですね。はい。はい、言い切り。はい。もう願いは叶いました。うん。ね。うん。パルパティアさん、はい、ユリス。はい。13日。ウルビーのライブチャットメモ。昨日 PPN のメンバーは実際にマーラボにいた。チャーリーワードをはじめ多くの人々がそこにいて、彼らはトラさんと、会いました、うん。彼らの訪問について私が何を聞いたかは言えないが、私たちは実際にフィニッシュラインを越えようとしている。この話を聞いたとき私は目に涙が浮かんだ。私は PPN、つまりパトリオットフェスタには行かない。フェスタには参加しない。行かないことになったんですね。参加しない。ビデオコールを送って出演できるかどうかを確認してみようと思う。私は現地には行けない。私にとっては費用がかかりすぎる。今週には祝福されると思い行けると思っていたが、そうはいかなかった。APN のみんなと一緒に行きたかった。さて、ビッグニュースだ。物事が動き出したと聞いている。物事が始まった。私は上層部と話をしたが、彼らは祝福を受けるために月曜日に行く。グリーンライトを得た。リノでは物事が順調に進んでいる。今週神のお恵みがあればオペラをリリースした。4月15日に向けて準備が進んでいる。神によっ、この辺はどうですか、うん、どうだっけ。ん？
人がいる。中身によって約束された。みんなには、みんなには私たちがオペラとグリーンライトを手にしたとき、どこにいて、その日が何時で何時だったかをいつもこれも飛ばしつって。この辺も飛ばして。もうあとはないかな。あと9月か10月にシドニーで、開催される大きな祝賀会でみんなにお会いしたいと思っている。行きますよ、うん。やるんだったら行きますからね、ね私も、はい。そこで私たちはこの素晴らしい贈り物を神に感謝するイベントを開催する。シドニーにね。シドニー。うん。清掃してブラックタイでドレスアップして豪華な祭典が開かれるだろう。で、会場の誰もが目が乾く人はいない。これは私が望んだことではない。うん。これもういいか、これは。で、来週は、パトリオットフェスですね。うんうん、パトリオットフェスがあって、うん、ナッシュビルですね。ナッシュビル。うん。で、チャーリーワードも来ると。そうですね。で、トラさんも来るかもしれないと。うん、はい、以上です。かもしれない。トラさんも来るかもしれないという話に。今日も来てみたいなのでね、うんうん。また来るかもしれないと、トラさん。うん、はい。ってことですね。いや私も行きたいね、シドニー、うん、シドニー ね, ね、うん、いやもうウルビーと抱き合いたい、抱き合いたい、もうでも絶対私はウルビーがパーティーをするときには行きます、うん、行くつもりで、その時も私もローテなんだから行くつもりにしてます、ね、はい、ではもうその頃ウルビー も,、うん、もうメドベッドでね、うん、耳もちゃんと聞こえるようになってるかな、うんうんうん、きっとね、はい、じゃ次、10日の、カンバシアさん、10日の分ですね。はい。じゃこちら読みます。はい。一つ前の分ですね。10日の方の分の、ウルビーのライブチャットのメモから。素晴らしいニュースがある。ごめんね。今もう、めっちゃリンゴ食べて、フライドポテト食べて、ゲットが出た。素晴らしいメニューが、あ、メニューじゃない。サメのことしか考えない。メニューがある。ニュースが。最大の富の移転が始まろうとしている。これは噂ではない。みんなにとって大変なことだったと思うが、ついに最後のハードルに到達しようとしている。準備をしよう。もうすぐ みんなのためにオペラを公開する。ジムが良くないと言っている人たちへ、通貨を捨てたいのならそれはあなたの通貨なので自由だが、そのネガティブな感情を部屋に持ち込むのは士気を下げるのでやめてくれ。もうまさにそうですよ、そういう、ね、ネガティブなこと言う人、本当にそう、私の X にも、テレグラムにもちょいちょいいるので、もうそのネガティブやめましょう、うん、本当に、うん、伝染するんで、はい、でこれを捨てた人は一生後悔することになる。で、間違いなくそうだと思います。ジンバブエは現在金で裏打ちされた通貨となっており、これこそ私たちが待ち望んでいたものだ。これが実現の引き金となったのだ。ジンバブエは米国に守られている。ジンバブエは大量には大量の金がある。これこそが必要なことであり、私たちが長い期間待ち望んでいたことなのだ。これが昨夜多くの情報源からもたらされた情報だ。私たちは長年これを待っていた。多くの国々が金で裏付けられるようになるだろう。これが私たちが待ち望んでいたきっかけだ。私たちは今月中に支払われる。そして私は実際にリスクを取るつもりだ。保証という言葉は危険な言葉なので決して物事を保証すべきではないが、今回は私はそれが起こると確信している。マーク Z は15日と言った。今週は債券にとって良い週になると思うが、通貨については4月15日を見ている。いずれにしよう4月15日は遠くはない。ようやく私たちは今これが起こっていることを喜ぶことができる。世界がこれまでに経験したことのないような大きな富の移転が、富の移動が起こっている。ということで、うん、富の移動が起こっています。はい。なんかちなみになんですけれども、今日、昨日の昨夜のフィルさんの投稿で、はい、マーク Z、うんうんうん、マーク Z
と連絡が取りたいから、マークレットさん、この投稿見てたら、僕に連絡して、で、フィルファミリーの人たちに、マークレットにそれ伝えてって言ってたので、うんうん、多分もうちょっとしたら、マークレットさんとがもしかしたらフィルさんのライブに出演するとか、なんかコラボするようなことをしたいと思ってるみたいです。いろいろね。で、最近もうまた、ウルビーの投稿を、転送してみたり、結構この辺りの人たちと交流取りたいとフィルさんも思ってるみたいなので、うんうん、とてもいいね、なんかすごいワクワクする展開になりそうで、うん、はい、ですね、マーク・ゼットさんの連絡先の方がアメリカがブリックスに加入したっていうことを確認できた。うん、って言ってたので、うん、多分それをもう一回、うん、それを一緒に話したいんだと思います、うん、自分の情報源とそっちの情報源とのすり合わせをしたいんだろうなって、はい、うん、私もそう思いました、うん、はい、じゃあ次ネイダー、これ読んどいてで、中東のネイダーによるアルバムアップデート、4月7日、2001年に彼らはイラクとの戦争を宣言した。停戦と戦争終結は違っており、今のところは停戦だ。イラク戦争の終結はまだ誰も宣言していない。連合軍がまだそこにいるのが見える。軍隊もいる。数は少ないかもしれないが、まだそこにいる。イラクが自由になるためには全員がイラクから撤退しなければならない。イラクが下した決定やイラクが行うことすべて、に、米国が介入、イラクが下した決定やイラクが行うことすべてに米国政府が介入して、それができるかどうかを判断する。戦争は終わっていない。だから今月15日にスダニがイラクからの連合軍撤退のために勝った、うん。そうですね。うん、そうそうです。それも、その話ももちろんありますね。それの正式な署名をするために行くんだろうと思います。はい。はい、まずはね、それだけじゃないですけれども、うん、それもありますね。はい。そうしましたら次、ウルビータイミング、じゃ次、ウルビーから、タイミング、ブラジルの銀行は4月9日、10日、11日に TR4B の流動性を放出すると報告している。ニューヨークの銀行の一部は世界通貨リセットの発表は4月15日までに行われると聞いているが、一般層への発表は4月21日、22日に行われるとの見方が大半を占めている。4月17日、JFK ジュニアとダイアナ妃が姿を現す予定だった。4月8日。4月4エネルギーポータル。ナインバー、うん、という言葉を逆にすると、ヘブン、イン、ああ、なるほどね。ヘブン、またはインヘブンになる。ちょっといろいろ名付けられた都市の名前、まあいいか、8つの名付けられた都市がニューヨーク、ミズーリ、オハイオ、テキサス、バージニア、ペンシルバニア、インディアナ、ノバスコシア、アメリカン、メディアグループ、4月8日、国防総省が対テロ部隊を配備。フロリダ州が移民を逮捕。デサンちゃんが、移民に警告。アボット知事がバイデン政府に警告。アメリカメディアグループ。うん、ということで。まあ、来週じゃなかったとしても再来週。まあ、再来週が一般層への発表と。いう話ですね。という見方も。見方もあります、ね、うん。まあ、確かにそうかもしれない。まあ、とにかく来週ぐらいからいろんなことが動き出すと。うん、T4B の流動性はまだでしたけどね。うん、11日は過ぎちゃったので、うん、まあ、来週ですね。1週間ずれた感じかな。うん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 、来週です。絶対来週ですよ、うん。ね。今週は再建のための週だったので。うん、はい。そうですね。来週は通貨保有者のための週になるでしょう。うんうん、はい。きっと。うん、次。
テキサススネーク。ほい。テキサススネークさん。実際の詳細については話せないが、この週末は来週に迫ったスダニー首相のワシントン訪問のために特に重要であり、私たちにとって利益となる非常にポジティブな出来事が起こっていることをお知らせする。もう一つ、未確認の報告があるので、皆さんコメント少し待ってください。うん、ヨーロッパからの情報で、現時点では未確認だが、主要なグループが今日からアメリカで両替を開始するとのことだ。これ未確認情報。うん、私は香港、ロンドン、私の連絡先の銀行家から情報提供を受けていると。ございます。なかなかの、はい、なかなかな情報ですよ、テキサスネクさん。ありがとうございます。ね、次、フランクさん。フランクさん、松崎しげるに似てますよね。似てないですか？似てますね。似てるよね。これもなんか見てたら、すごい松崎しげるに似てると思って、はい。結構ずっと誰かに、この人絶対誰か、日本の誰かに似てる、うん。なんか笑った時の顔が松崎しげるにすごい似てる。まあちょっと写真写、画像写りながら皆さん、いかに松崎しげると似てるか、ちょっと。絶対似てますね。似てるよね。ちょっと東洋人っぽい顔ですもんね。ね、なんだろうね、すんごい似てるね。なんか、あれかな、ネイティブアメリカンとかそっちの血筋なんじゃないかな。ね。あ、っぽいですね、うん。そういう血筋の方なんじゃないかなと思うんですけど。フランク26の電話の相手。これ動画の役をミカちゃんがしてくれた分ですね。あなたは今ハワイにいるのですね。私は70年代に海兵隊でケニーに駐留していたことがあるので、あなたが話しているようなことは、私たちが島で多くのツアーをした時によく知っています。次に、今朝、チェイス銀行から電話があったのですが、月曜日の大爆発に備えるように言われました。月曜日の大爆発、はい。どうぞ、これで。それをお知らせしようと思いました。爆発っこい。大爆発月曜日。大爆発っこい。うん、はい。フィルさんもそういう言い方をしてたので、月曜日は大爆発。はい。フランク。OK。おう、今、何と言いました？ということで、大爆発、月曜日の大爆発とのことです。松崎しげるが言ってます。はい。フランクさんはハワイでお家を買うために。そうそうね。その準備をしてるらしいです。もうすぐなんですよ。そうそうです。お金が、受け取ったら家を買おうと思ってハワイにいるっていうことでしたね。そうです。もうお金受け取り待ちしてらっしゃるハワイで。そのことでした。いろいろ家財道具とかの買い物してらっしゃるってことなんで、今。準備で、はい、準備して。もう準備万端です。万端で。もうすぐあとお金受け取るだけみたいな。はい。はい、もうすっかりスタンバイ、うん、もうね、スタンバイ中なんでね。ね、はい、次、松崎氏。はい。もうめっちゃ似てるって、誰かに似てるって私も思ってて、でも、まだ松崎氏似てるだわと思って。今日の動画ですごい、あ、しげるだって思いました。松崎フランクです、ね。うん、松崎フランク。はい、トゥルースウォーリアーズさんから。ジンホーさん。うん。ジンホーによると、トラさんは2024年4月18日に戻ってくるという、これが真実であることを祈っている映画の終わり。これ画像しかなくて。あ、そうですね。動画じゃないです、ね。そうそうそう。これ、この文章があった後に、下で、これが私もそれ動画なのかなと思ったら、え、画像かよ。ああ、で、ね、ね、だから読んでる、実際はちょっと見てないので、そうなので、検索したらどっかに出てくるかもしれない。動画がどこにあるかわからないんですよ、うん。ちょっと何言ってるの、何を言ったのかわかんないんで、うん、ちょっとこれね、フィルさんの話と一致するので、私これだと思います。4月18日にも注目していきましょう、うん、これフィルさんは夏って言ってた。そうですね、夏って言ってたんですよ。でも以前もこれ動画すごい聞きたいですけど、ね、7月っていうことも前言ったんですよ、うん、インスタにあるのかな。どこにあるんだろうね。ジンホーさん多分インスタ、うん、インスタかな。それ違う、インスタじゃない、 TikTok、うん、多分 TikTok です。 TikTok ですね、うん、TikTok やってないから分かんない、うん、私も、うん、7月18日にトラさん戻ってくると言われているということですね。で、フィルさんの話も夏なので、夏に起こる。
はい、うん、その前に4月中に NDA に入って、私たち NDA に入って、うん、で3ヶ月間 NDA 期間を経て、うん、次4月18日を迎えるっていうのだとすごいちょうどいいですね。ね、まあ、ちょっとそのニュースとか、まあ、ニュースはね、発信し続けますけれども、うん、ちょうどいいんじゃないですか。はい、じゃあ、ちなみに次。これはちょっと打足ですが。よいしょ。こちら。ジョージマガジンの名前は、JFK ジュニアが自分の父親を、したのは誰かということを人々に語った際につけられた。それはもちろん、CIA のトップ、ジョージのブッシュのシニアだった。で、ということです。それでジョージマガジンなんだと、うん。なんでジョージなんだろうって私も思ってたんだわ、ね、うん。そのジョージだったんだみたいな。はい。ということでした。ね、みんなに知らしめるために。そうですね。ね、そのために。忘れないために。忘れないために、ね、その名前にしたらしいです。はい。はい、じゃあ、お次は？はい、アメリカ。今日ここか。13日。新しいアメリカ共和国は株式会社ではなくブリックスに加盟する。リノに新しい財務省があることは誰もが知っている。考えてみよう。今週、金と銀が記録的な上昇を見せた。月曜日には株式市場が崩壊する可能性がある。一応ですよ。みんな言ってるんで、同じ。大爆発。うん、大爆発。大爆発。新しい米財務省紙幣は銀行の金庫に眠っている。大規模な何かが起こっている。ね。はい、貴金属も爆発するし。うん、爆発ですよ。月曜日爆発です。爆発です。うん、はい。こんだけいろんな人が言ってるんですもん。今ここまで言ったね。ちょっとね、これはおさらいなんですけれども、これ先週出したやつね、スペシャルドロップ。これ先週私、イーサンのお話しましたよね。で、これ言ったときに、明日の夜はスペシャルドロップ、敵を不安にさせよう。これなんだろうねって、先週。結局何でしたっけ、これ。これがフィルさんの話で分かったんですよ。これがだから、これが、あれですよ、地震を起こした、子供ちゃん救出作戦ですよ。ニュージャージーの地震ですよ、うん。ニュージャージーの地震、この日程見直してもやっぱそうですわ。あ、本当ですか？うん。私たち話したとき、土曜日の夜かなって言ったけど、金曜の夜の話ですね。で、これは、これを、珍しく、だから、もうだから確信が持てる状態だから予告したんですよ、エズラは。エズラと決めつけてますけど。っていうことは、エズラですね。うん、そう、そう。うん、だからもうそこなんですよ。エズラが予告したんです、わざわざ。うん、明日の夜はスペシャルドロップ、敵を不安にさせよう。うん。うん、で、その後に、ニュージャージーの地震が起こって、で、そこで、トンネル、もう東海岸のトンネルは、使えない状態になったらしいので、後でもその話またしますけれども。もう一つね、先週のストームの前にする、まあこれも一緒ですけれども、これも、そういうことだ、ね。こっちは、エズラの方が、シャドウ・オブ・エズラの方が出したやつですけれども、これも嵐の愛の静けさ。これもタイミング的にね、それだったんですよ。それの前、うん。でね、私これね、ちょっと先週言い忘れてたんですけれども、はい、私、これを、見直して、気づいたことがあるんですけれども、そうすると全てのものがスル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 と、つじつまが合うなと思ってきたんですけれども、これプー様がストームっていうのは特殊部隊の名前のことだって言いましたよね、うん、言いましたよね。でこれはもっと前の話なんですけれども、でだから私たちが Q が言ってるストームっていうのは嵐じゃなくて特殊部隊のことを言ってると思うんです、常に、うん、だからトラさんが言ってるストームイズアポンアスは特殊部隊が
あの上にいることを意味していて、あの、嵐じゃないんですよ。だから、うん、嵐が私たちの上に来ているって言ってますもんね。そう、私たちの上に来ているのはあのヘリコプターや飛行機のことです。うん、うん、その特別任務を追っているそのストームっていうのが、その、東海岸の、あの、ニュージャージーの、あの、子供ちゃん救出などに携わった、あの、その軍だと思うんですけれども、だからトンネルを破壊してってる軍だと思うんですけれども、その軍のことを、ストームって言ってるんだと私は思います。と思うと、あの、すべての給湯口とか、あの、で言ってるストームっていうのは嵐じゃなくて、おそらくその特殊部隊のことだと思うと、あれもそうだ、これもそうだ、そうするとついつまうなって思うことがたくさんあって、ちょっと腑に落ちたので、ちょっとお伝えしておきたかっただけです。はい、じゃあ次。72時間。はい。これね、皆さん気になりますよね、これね。はい。はい、私でした。トラさんは新しい大統領メッセージを発信した。大混乱が始まるまで72時間。大爆発72時間以内。QTM さん。うん。これちょうどいいんじゃないですか。72時間。ちょうどいい。ね、月曜日。ちょうどいい、月曜日、うん。入ると思いますよ。うん、で月曜日のもうちょっと早い時間からもしかしたら始まるかもしれませんよ。いろんなことが。はい、でちなみになんですけど、フィルさんのライブが、本来は今日の朝の予定だったんですよね。あの、金曜日の夜の予定だったんで、で、スタンバってたんですけど、しれっと、あの、ライブは明日って来たので、あの、日曜日の日本時間朝の予定に変わりました。まあ、そこでどうちゃらはないとは思いますけど、ただなんかビッグニュースがあるよって言ってたので、ちょっとね、明日の朝、かなり、あの、明日の朝は多分ライブで見れると思うので、私、ちょっと期待してます。はい。もうその辺のもういろんなことが起こってきてるので、そういった話をきっとしてくれると思いますし、もしかしたら何か爆弾ドロップなインテルがあるかもしれません。はい。しかも72時間って言ってるし、みたいな。はい、じゃあ次。はい、次。マクゼットさん。はい。よいしょ。はい、こちら。マクゼット。フィル・ゴドルスキーやウルバリンが出てきて、彼がブリックスにサインしたと言ったんだ。イエスかノーかはっきりしたことは言えないが、非常に強力なグループのリーダーたちがイエスと言ってくれた。それは怒ったんだ。私はまだ杭を打ち込み、コンクリートで固められるほどの自信の持てるものを探している。しかし、絶対的なトップレベルの人から一つだけ確認を得ることができた。そして、いくつかのグループは、この出来事の2週間以内には実現するだろうと言っていた。2週間以内には実現するというのは、ネッサー・ゲッサーですよね。で、つまり、今日、いくつかのグループからは、本当にポジティブな発表があった。ただそれを山の上から叫んでみんなと分かち合えるような本当に良い具体的な情報はまだ得られていない。ウルヴァリン、マーク Z の情報筋によると米国はブリックスに加盟したようだ。はい、そうですね。素晴らしい。はい。素晴らしいです。素晴らしい。素晴らしいです。はい。ディンド。はい、まあ、これは、ウルビーがその前に投稿してた文ですけれども、これね、ね、私たちの、あの、テレグラムに、なんと入ってきてくださっている、こんなすごい方が、しょっちゅう、あの、いろいろコメントもくださるし、うん、方なんですけど、おそらくアメリカの、もう多分、ね、なんでかなりなんでうちのテレグラムに来てくれるのか、来てくれたんだろう、軍の多分すごい力を持っている方の、ね、うちの人にいたと私は推測しているんですけれども、で、アライン・スメイヤーさん、この人フランス人みたいなんでちょっと発音が違うかもしれないですけど、で、さんがこれを投稿されてました。ディンドン、ドルは死んだ、ドルは死んだ、ということはもうすぐ RV になるということだ、ドルは死にましたよ。
この方がまた言ってることがまた。この方ですね。うん、はい。はい、この方。アランさん。この方です。アレインさん。アランさん。うん、はい。はい、では次。マクゼット。ディントン、あ、マクゼット。9日。はい。ですね。あ、2つもあった。2つ、9日に2つあるんです。2つあった日。そう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 。そうそうそう、朝晩とも結構重要だったんです、ね。うんうんうん。マクゼットの夜のチャット。で、イラク人の知り合いに一人、あと1日か2日以内に到着すると確信している人がいる。まあ、これは叶わなかったですね。うん、そうですね。これ、9日、10日の話。うん。彼は時期早晶かもしれない。時期早晶だったんですけども、ね、彼は今週であると確信している。うん、まあ、近いっちゃ近い。うん、今週、うん、まあ、来週にかけて、ね、うん。彼はイラク政府で働いている、イラク政府で働いている、ね、うん、働いているので、私よりも詳しいかもしれない。彼の言うことに期待し、注目している。再建関係者は変わらず、4月15日から22日までを探している。ジンバブエから興味深いニュース。どこだっけ、あれ、あ、それは、あ、あれどういった、興味深いニュースだな。うん、あれ、なんだジンバブエが興味深いニュースだ。ジンバブエの新通貨ジグは取引2日目で上昇。一夜にして 0.2% 上昇しましたっていうニュースです。力を増している。そして、それは金、資産で裏付けられたものでなければならない。米ドルは壊滅的。アメリカ人は金に裏付けされた新しい通貨を発行したジンバブエを称賛している。これはアフリカの出版物から。彼らはソーシャルメディアである。アメリカ人について話している。そう、米ドルは変化しない限り破滅する。そして多くの経済学者もそう考えている。ありがとうございます。次、もう一つのマークデッドさん9日読むので、それ終わったらちょっと一回、チャットに入りましょうかね。はい。ちょっと、チャットの方を、じゃあ、準備しといてもらいます。私、これ読みますね。はい。よいしょ。はい。マークデッドによる朝のチャット。こっちが先でしたね。はい。再建側からは4月15日から22日までだとずっと同じことを聞いている。商館銀行は直前の指示をいくつか受け取っているため、今月後半に向けて大変活動的になっている。彼らは直前の指示という用語を使用した。メンバー、フランク26はハワイでホームショッピング中。そろそろだろホームショッピング中。そうそう、これです、これです。そろそろマクゼット、うん、そろそろ探し始める時期だろう。まだお金は持っていないが準備はしておく。大事です、それね。これが、願望実現の法則ですよ。何でも先に、具体的に決めちゃうと、未来は、引き寄せられてくるのね。じゃ、メンバー。フランク26は昨日初めて日付の約束をした。彼は4月10日が私たちの日だと考えている。メンバー。フランク26は RV が9日から15日になる可能性を述べた。9日から15日になる可能性。はい。でもちょっと15日、もう今日ね、療養みたいでですけれども、大丈夫ですかね。はい。メンバー、私の妻は銀行で働いているが、移動があり、5月と6月の間、誰も休暇を取ることができないそうだ。ほうほう。ほう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 。メンバー、10万ディナールを持ってチェイスに行った。あるプライベートバンカーが何かお手伝いできることはないかと尋ねてきた。私は10万ディナールを置いてこれが何なのか知っているかと尋ねた。これから何が起こるか知っているかと。彼は微笑んで JP モルガンを紹介してくれた。マクゼット、これは巨大だ。ブリックス、中国が重大な財政発表を行う。この件は銀行界全体に反響を呼んでいる。中国は発展途上国向けに新たな通貨スワッププログラムを開始している。通貨スワップにより、発展途上国の銀行は中国と契約を結び、現地通貨での取引を容易にすることができる。ブリックス、中国との通貨スワップは5,534億9,000万ドル相当。これは年間だ。そして彼らはもはやスイフトペトロダラーを貿易に使用しない。これは大変なことだ。メンバー、今日はスダニにとって、イラクで発表を行うのに最適な日ではないだろうか。ラマダンが終わり、明日からイードエルアルフィトルが始まり、イラクの株式市場は6日間閉鎖される。
ね、そうなんですよね。それもあるんですよね。はい、まあ、もうずっとこの日は過ぎましたけれども。で、マクベット。来週私はブラジルのサンパウロに行って、チャーリーウォードに会う予定だ。来週行ってのが来週。でもその前に会いますよね。あ、じゃあ、違う、マクベット。ナッシュビルでってことですかね。サンパウロって書いてますもんね。これちょっとなんだろうなと。だから、チャーリーさんがナッシュビルの後にブラジルに行くのかなってことかな。で、そこでまた、ね、マクベットさんと会う。合うかなみたいな。マクジェットさんはあれ、フェスタには行かないのね、関係ないですよね、うん。そうですよね。行くっていう話聞いたことない。ないですもんね。多分行かないですね。そうですよね。うん、思います。はい。じゃあ、チャット読み始めて、申し訳ない。ちょっとさっとトイレ行かせてください。全体的に素晴らしい。はい。全体的に素晴らしい。ちょっとさっと。はい。ちょっと探しておきますね。セミまで行ったんですね、セミ。サウザンの人はこの ABS 来そうですね。急カウントダウン結構見事だった。クラさんからかな、クラさん。あ、オレンジさん、日本にも来るのか。クラさん、はじめまして、初めてコメントです。かおりさん、鋭い洞察力、すごい。ハチフクさん、セミの襲来は4月8日の1ヶ月後の予定なんですか？知りませんでした。みたいですよ。4月8日の1ヶ月後って言ってましたね。そう、1ヶ月空くって言ってました。で、オレンジさん、迷いゼミ来そうかな？ね、日本まで到達はね、いくらでもしないとは思いますけどもね。ショウさん、こんばんは。いつもありがとうございます。エスさん、カオリさん、ミカさん、こんばんは。ハチフクさん、セミといえば大阪の野村不動産が示された緯度経度の位置情報が気になります。何それ？わかんないですね。うん。大阪の野村不動産が示された緯度経度の位置情報が気になります。ちょっとわかんないですね。セミといえば。うん。Sさん、今週もよろしくお願いします。未来さん、先週からスクラムレッグ食べたんですけど。同じく。あ、食べました。私も2回作りました。あの、チーズ入れて作りました。同じく。ね、1回です、私は。2回作りました。あの、ライブの日の翌々日に作りました。ちょうど卵切らせてたので、卵買ってきて、作りましたね。今日の朝も作った。無性に食べたかったですね。パーフェクトスクランブルエッグ。スクランブルドエッグ。八福さん、ホルムズ海峡封鎖。WW3 始まるかな？うん。もうそれしかない。シナリオは。そこそこ。うん。タイパンさん。今日びっくりしたことが、マクゼットの配信で、モデレーターをしていたマイク G さんの、テレグラムサイトに参加しているのですが、メンバーからテレグラムの電話がかかってきた。はぁ、あ。テレグラムも通話機能あるんだね。あるよ。うん、ありますね。うん、うん。LINE と同じで。うん、うん。あれ、電話番号表示されてなくても、電話できる。できると思う。うん。できる、できる。とか、電話番号関係ない、ね。関係ない。テレグラムアプリ内で。うん、LINE とかと一緒です、ね。そうですね。うん。ハチフクさん、私は銅のインゴット買えませんが、10円玉で頑張ります。私も10円玉で頑張ってますのは。でも、だいぶ溜まりましたね。うん。あの、まだ私も。銅のこと、うん。あの、このぐらいの100均の、あの、梅干しとか、うん、あの、梅酒を作るポトラーじゃないですか。うん。うん、それ一杯ぐらい。すごい、私多いじゃん。溜まってます。すごい。うん。こんばん、リンさんこんばんは。いよいよかなと思ってます。八福さん、Q のコインがあるんですか？見てみてください。うん、うん、あります。あるんですよ。毎回欲しいなと思って。Where we go, where we go って書いてあるやつもあるし、Q って書いてあるやつもある。うん。ひでひでさん、1円玉アルミニウムも上がるんですかね？っていう話もありますけどね。うん。一応10円玉ほどじゃないですけど、うんうん、一応1円玉も集めてます。うん、うん。ね、
円玉は1円以上の価値があるって言われてますからね、はい、その1円にね、うん、え、タイパーさん、え、自分も10円玉10円で銅 45g、 うん、え、法律が変わるまで瓶に入れて畑に埋めておく埋めた場所忘れないように、うん、あのしてくださいタイパンさん、ひでひで、1円玉も OK、 いや1円玉も OK、うん、え、ルナエクリプスさん、え、1980年に銀が270円台えついてたみたいなので相当上がる余地はありそうです。うんうん、ありそうです。うん、SK さん、こんばんは。こんばんは。え、ひでひでさん、タイパン、あ、タイパンさん、はじめで、はじめでね、あの漢字ですね。はじめでね。はじめで、うんうん。SK さん、念願のライブ初参加です。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しんでてください。タイパンさん、金曜日の銀のチャートを見ると、高いところで1オンス、29.90ドル。29.9までいったんですね。5ドルです。はい、うん。SK さん、今日もお二人ともお綺麗。ありがとうございます。え、なおこさん、私はコインやインゴットはお高いので、中古のシルバーアクセや銅のお盆などを、細々。そういうのもいいですよね。うん、銅のお盆、素敵。お細々とネットで落札しています。うん、え、ミカナさんの金を売って銀を買うというのは、ビッグスウィアーさんがずっと主張されてました。あ、そうなんですね。うん、なるほど。それ実行しました、うん。はい。え、正解。ありがとうございます。うん、正解だったんですね。うん、嬉しいです。え、ひでひでさん、まさか金銀爆上がりが不換紙幣の、破壊に寄与するとは思いませんでした。うん、え、コンタムさん、こんばんは。いつもありがとうございます。ノンさん、こんばんは。遅れましたが、今日も楽しみにしています。スーパーマリオやレンガのスーツなど、ブリックスに匂わせ満載でした。そうですね。え、タイパーさん、今日が最終回、勝手に決めちゃいます。そうですね。もう決めました。私も決めました。はい、決めていきましょう。うん、決めていきましょう。ケムさん、こんばんは。いつもありがとうございます。オレンジさん、来週は祝賀会乾杯したいんでしたいです、ね。そうですね。祝賀会ですね。もうそうだったらね。今ちょっとフィルさんの、チャットじゃないや。テレグラムの、に投稿がいろいろあったんで、ちょっと見てたんですけれども、ローマ法王の写真出してきて、はい、このクズ野郎はもうすぐテレビに出るからねって。うん、テレビに出るんですか、うんうん、テレビ、うん、もうすぐテレビに出る、うん、あのこのクズ野郎もうすぐテレビに出るんでとのことでしたこのダートバークやったんですか、はい、やっとあの訃報がもうすぐ来ると思います、はい、え、フランシスコちゃん5月のなんとかってずっと言われてましたよね。5月の不幸？違う。ああ、ちょっとわかんない。5月のなんとか。そう、とにかくフランシスコちゃんは5月にお亡くなりになるってずっと言われてたんですよね。うんうんうん、でもそれが去年とかは、え、5月なんてもう来年の5月そんなないでしょとか思ってたら、うん、全然ありえますね。そうもう来月だから。そうですね。でももっと早いかもしれない。この言い方だと。はい、スーンということなんで、はい、え、ひでひでさん、来るか来ないかではなく、来ると確信することが大事です。どうもそれが正解だし、ここにいる人の意思は強い。そうですね、そういうことですよ。寄せていきましょう。ジャズナブルさん、モルガン銀行の決算悪化、え、原油価格上昇によりブラックスワン、キッシーがブリックス側を怒らせたブーメランが来ます。え、ユニコさん似てる松崎しげる、ね。松崎しげる、似てるよね。似てる、似てる。え、タイパさん、トミーと松？トミーと松。ごめん、またミカちゃん、わかんない話しちゃった。まあいいや。まあいいや。もう、もうすぐで。まあいいや。え、020で、エクボがなんともいい感じ。タイパさん、家財道具まで準備だった。ね、え、ナオコさん、ジョージマガジンの由来は取り外した。ねえ。そういうことですって。うん、え、八福さん、7月11日も注目という話を聞きました。18日も楽しみになりました。そうですね。島野さん、こんばんは。こんばんは。ひでひでさん、7月まで映画が続くってことは、その前に迅速に T4B 完了するのは望ましいです。はい。はい。おそらく、もう、あのね、先に RV。
まずはそこからそういうこう順応ってっていうことじゃないですかね。いっぺんに来るかもっていう話もありましたけれども、もうぶっちゃけトラさん戻ってくるのはもう7月だろうが、うん、11月だからもういいので、いいね、とりあえずRV 来てくれたらもう御の字です。そうですね、私ももう RV と銀の価格高騰がもうとにかく起こってくれれば、はい、あとはどっちでもある、あの EBS とかもどっちでも後でも構いませんので、はい、はい、え、もう私個人は映画お腹いっぱいで見てないの。本当ですよ。もう本当に。もう十分ですよね。うん、もういいよ。もう飽きました、この映画。本当に。みんな言ってますね。先週話した通り、もうフィルさんももううんざりしてるんで、って言ってたんで。もういいでしょ。え、なおこさん、ジョージと15日のタイタニック沈没に合わせた月曜日といい、うん、まさに V4 ベンダデッタの復讐ですね。うんうん、本当ですね。ね、オレンジさん、7月までに全てショットガンで動くのであっという間かもしれません。私も映画お腹いっぱいです。え、タイパンさん、月曜日は爆発だ。芸術は爆発だ。岡本さん。え、オレンジさん、素晴らしい。八福さん、週明けも暑いし、7月も大きいイベントがある。その間、ね、3ヶ月もあるので、どんなことがあるのか気になります。そうですね。え、ボンタロさん、フリマアプリで買ったんですが、銀貨大丈夫ですかね。ちょっとそれは分からないですね。重さテスト、磁石テスト、サウンドテストしましたが大丈夫でした。うん。不安で。じゃあ大丈夫ではないですか。だからその人と一応連絡取っといて、万が一偽だったら文句言えるようにしといたらいいんじゃないですか。うん。うん。まあ証明書とかはないでしょう。うん、ね、ないだろうけどね。はい、うん、え、タイパーさん、マーク Z は新車の車椅子、あ、はい、そうです。新車の車椅子準備しましたね。お出かけ用かな。あれ、やっぱり本物たんだ。なんかちょっとコラっぽいなと思って出さなかったんですよ、うん、あ、今あります。テレグラムに表示させようかな。そしたら今、うんうん、0202さん、明日チーズ入りのスクランブルエッグにしようね、うん、ぜひ。たまに食べると美味しいですね、うん、TK さん、フリマでの銀貨購入をやめた方がいいです、うん、ヒデヒデさん、ホルムズ海峡封鎖と同時に財務省為替介入と日銀サプライズ利上げする可能性も。で、未来さん、日本の硬貨は10円玉以外も集めておくといいんですかね。で、100円玉にも多少銀が含まれているそうなんですが。うん、ですね。え、杉蔵さん、香織さんの影響を受けてシェア畑のサイト見てます。おお。電気栽培やってみたい。ねえ、ぜひぜひやってみてください。うん、八福さん、上日の野村不動産の件ですが、うん、セミのイラストの下のセミ。あ、シカーダ3301の文字のさらに下に、うん、34度 41N、 あ、なんちゃらかんちゃらという小さい文字で表記があったんです、はい、調べたら大阪の野村不動産なんですよ。ああ、そうなんだ、うん、そうですね、座標、そうです、うん、ですね。え、八福さん、トミーと松といえばトミー校ですね。トミー校トミー校、トミー、はい、トミー、はい、国広富幸。国広富幸だ。はい、以上です。はい、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 以上です。はい、じゃあ、次、はい、どこまで行ったっけ。マクゼットさんが終わったんですね。じゃあ次、チャーリーさん。車椅子ですね。ああ、じゃあ、先。後で紹介します、ね、うん。チャーリーさんのマーラゴ行きます。あ、ちなみに、スペースご参加の方すいません、スタート遅れましてすみませんでした。忘れてました。あと佐藤さんっていう方、リクエストは受け付けてないので取り下げお願いします。また香織さんに送って、はい、じゃあそうしましたらこちら、ウルビーからですね。あ、これは画像を出さないと分かんない話だな。で、次。あ、そうですね。はい。こちらね。ウルビーからの投稿で、チャーリーさんが。すごい素敵なご家族ですね。ねえ、息子ちゃんも。男前だし。ね、男前やし。いつもいいお洋服。似てない。うん、ね、お父さん、ね。お母さんに似てよかったですね。いつも素敵なお洋服着て。うん。うん、はい。マーラゴです。マーラゴですね。で、次。下下がっていただいて、ボブ・ジョイスと、あ、そのまま、うん、下がっていただいて、ボブ・ジョイス。はい。
と仲良さそう、仲良さそうに、うん、はい、でその下がトラさんが映ってま、隠し撮り、隠し撮り映像で下下がって、うん、でトラさんのなんか壁にかけてる絵の前で、うん、でマラゴのどっかなのかなっていう、うん、はい、はい、ということでした。真ん中のこう真ん中の子ザッカーバーの違います違います違います、なわけないないですよ、ね、うん、違いますよ。じゃ次ナッシュビュー、はい、じゃ次今度こちらが今朝の投稿ですね。チャーリーがパトリオットフェスに開催が開催されるナッシュビルに到着ということですね、はいはい、到着しましたよということ。ここにはウルビーは行かなくなったということですね、うん、そうですね、はい、費用が高すぎるのでということでした、うん、はい、うん、じゃあ次ゴルディロックス、はい、よいしょ、私でしたっけ、12日、はい、信用評価の調整が始まろうとしている。このプロセスは今年の大半を通じ、また新たな変化が起こるたびに監視評価される。銀行システムや外国為替など市場のあらゆるセクターがこのプロセスに関与することに注目しよう。世界中の中央銀行は金の備蓄に焦点を当て続けている。金を世界準備資産として活用することで大きな影響力を持つ国が金の固定価値を自国通貨に組み込むのは時間の問題だ。ブリックス諸国は世界のすべての国々にとって魅力的な貿易通貨を作り、使用するために長い間これを行うことを検討してきた。この新しい通貨に少し金の粉を振りかけると、すべての取引プロトコルが QFS 上で測定可能な標準となり、XRP のような金に裏打ちされたデジタル資産を通じてブリッジ資産として利用できるようになる。ゴルディロックス。はい、ありがとうございます。なんか、あれですね、XRP も含めて、めっちゃだだ下がりしてますね。なんかそうですよね。ビットコインもリサイクル。ビットコインも、うん、全部ですね。軒並み。はい。XRP 十何パーセント下がったとか、うんうん、まあちょっと何か分からないけど何か起こってますね。はい、じゃあ次 QFS のための、はい、じゃあこちら、こちらもゴルディロックスさんから、何が起こっているのか分かるだろうか。私たちは現在新しい QFS のためのグローバル決済システムに取り組んでらっしゃるんですって。はい、はい、ということです。じゃ次。ニューヨーク銀行15。んこれは、あれかな、先週のやつじゃないかな、ちょっと待って。残ってただけじゃない。あ、これは違いました。じゃあ、はい、じゃあ、ウルビーのジグからいきますね。はい。あ、落ちた。ん落ちた。スペース、うん、落ちたために、全然関係ない人に今送っちゃった。12日、ウルビー。賢い登録者の一人がこんな情報を見つけた。ジンバブエ債は米ドルと1対1では両替されない。上の緑色の文章を読んでみよう。これ画像がくっついてたんですけど、その緑色の文字を読んでみよう。両替センターではジンバブエ債のレートを交渉できる。あ、これですね。これですね。しかし、トラさんはすでにジンバブエとレベル 4B の、T4B のことですね。T4B の、関税契約を結んでいることを忘れない。それは良いことだ。私たちのプロジェクトには十分すぎるほどの資金が入るので心配する必要はない。神が与えてくださるものに感謝しよう。ありがとうございます。次、マクゼット。よいしょ。これは6日、これはいらないな、ごめんなさい。これ、うん、間違えました。それもまだ先週のやつが残ってました。トミーに行って。はい。じゃあ、こちら。なんか音楽が、こっちと、ん？ここから聞こえますよね。
なんか音楽聞こえますよね。え？なんで？あ、聞こえる。これかな。ボーポルニーは、ボーポルニーさんという方ね。ツイッターにいらっしゃる方です。4月22日から24日頃に富の池を見ることができるだろうと彼は予測してますと。それは聖書的だ。22から24日頃と予想している方もいらっしゃいます。はい、そうですね。なので？ちょっと気持ち悪いですね。なんだろうね。どっから流れてる音でしょうね。止まりましたね。また。歌？うん。はい、次。ボーポルニーはありました。次、日本言語。すいません。スペースの方、ちょっと一回落ちて、申し訳ないです。戻りました。はい。では次。はい、11日。日本言語暴落。うん、え、岸は明日米議会で演説する。演説はしてましたけども、この日本が暴落云々の話はしてました。してませんでした、ね。このことについてではなかったです。なかったですね。為替介入の話ではなかったですよ ね、うん、ね。この話が出ると思ったんですけど、ね、出てない、うん。じゃあ次。ウルビー。じゃウルビー。僕らは今かつてないほど近づいている。ただ耐えて信念を持ち続けてください。ブラジルから信じられないニュースが届いた。我々は準備ができている。もうすぐ出発だ。魔法の電話を持つのみだ。で、ピンポーン。ドルは死んだ、ドルは死んだ。つまりもうすぐ RV が、RV するということだ。ということでした。はい。はい。次。ウルビー動画。ウルビー特集。12日。ヤミーのウルビーです。アクションを受け取って、アクションが起こっていることを受け取っていることをみんなに知らせたいだけなんだ。アクションを受け取っているんだ。もう少し辛抱してくれ。走ってるよ。体に気をつけて。バイバイ。アクションを受け取って。どのことです。アクションが起こっていることを受け取っているよと。うん、ヨルビ15日。15日ん？ああ、ごめんなさい。15日のやつなんだけど、15日についてだね。昔その話だろうと思う。はい、じゃあ次。私たちへの E メールの公開は現在軍が担当しており、財務省に公開のグリーンライトを出す予定である。日曜日の夜から月曜日にかけて15日に通知が来るというのが何人かの見方だ。そのことです。どうでしょうか。はい。次、ウルビー、アジア。はい。よいしょ。ウルビー動画。ヤミーのウルビーだよ。ライブチャットしようと思っていたのだが、まだ仕事中なんで時間が取れません。アジアで通知を受け取った人がいることをお知らせする。どこの国かは言えません。日本日本だといいな、うん、日本じゃないかな。トラさんが米国をブリックスに加盟させたと聞いたばかりなので、もうすぐ完成するはずだ。金で裏打ちされた通貨がやってくる。これを手に入れることができるまで、これを手に入れることができるまで、あと少しだ。みんなお会いしてます。はい。もうすぐですよ。はい。じゃ次またジーク。これは写真ですね。はい。ジンバブエの新しいゴールドバックジグの紙幣。こんな、はい、こんなんですね。うん、ものですよ。なんだよ、これ。石を積み上げですよね。多分、古代のお金はこうだったよ、みたいな、うん。なるほど。うん。ちょっと嬉しいです。よいしょ。こういえば、もらってたんだ。ちょうだい出てこないな。ちょこ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 。ずーっと待機状態。うん、ね。はい、トレッシートレックさんですね。うん。事実。昨日聞いた話によると、米国紙幣は今まさにこの瞬間にゴールドバックされているとのこと。それがフィルの言ったことを裏付けるものになるかどうかはわからないが、
大きく信憑性が高まることは間違いない。ちなみにトラさんは退任前に私たちのために署名した。私は当時そのことを知った。今やそれは明らかなニュースになりつつある。念のためにお伝えしておく。明らかな。なんかトラさん退任前に実はブリックスに、あのアメリカをブリックスに加盟させていたっていう話ですね。うん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 、でその当時にトレシーさんはその話を聞いたっていうふうに言ってるんですね。ということだったのかもしれないですね。彼女はそのように言ってます。うん、はい、はい。まあでもフィルさんはもうその木曜日の朝9時だか8時だかにって言ってました。うん、まあ、2回目の署名だったのかもしれない。うん、かもしれない。うん、次、新氏、はい。ひげないこしくしゃさん。今日か明日、新しい GCR 金に裏打ちされた通貨が、新しい米国紙幣通貨とともに発表される可能性が、ねえ、されな、あ、これ5月 ?5 日これちょっと、あ、うん、これ前のやつ。前のやつですね。失礼しました。しかも、されてないし。ね、で、債務統計でこう。米国債務統計のデコード。4月10日。債務、これ写真の方を写しておいてもらった方がいいかもしれないですね。あ、それ動画か。動画。あ、それ、これ、このやつですね。債務時計は東部時間午後12時正午に掲載された。米国財務省は金庫の形をしている。ほう。ダイヤルロックは午後12時と同じ時間で0にセットされている。パトリック・ヘンリーの引用は人民の支配者が情報を隠すとき、人民は真の自由を手にすることはできないことを示しているということでした。新しいリノの財務省がってことなんですかね、この金庫の形してるって、ね。うん、そうかもしれないですね。わかんないです、うん。私もこれググって。それを、うん、それを表してみようかもしれない。うん、はい、じゃあ次。UBS。11日。それは今日実現するのか。スイス政府は今月、大きすぎて潰せない銀行を取り締まるための勧告を発表する予定であり、それにより UBS はより厳しい業務規制を課される可能性がある。素晴らしい。もうすぐだと思いますよ。うん、これはもう1年以上前にもチャーリーさんが、これが沈むぞと警告してきたので、沈みます。このタイタニック号は沈みます。はい、UBS は、うん、はい。で次、日食の、ああそうそうそう、これね、これもう一個出そうと思ってた、探そうと思ってた、後で探そうと思って忘れてた。いいや。トゥルースウォーリアーズさんから、世界中が日食を見ていたのと同時刻にバイジンの弾劾審問が開催され生中継されていたことをご存知だろうか。また各州は非常事態を宣言し人々に備えをするように伝えていた。具体的には一体何のためだったのかっていうことなんですけど、このタイミングでトラさんがトゥルースソーシャルにバイジートライアルって投稿したんですよね。はい、バイジーで、それも私投稿してたんですけれども、それこのタイミングだったんで、それその意味だったんだなって思いました。はい、バイジーの裁判って言ってました。はい、すごいですね。うんうん、トラさんがトゥルースソーシャルで。はい。はい。じゃ次。日食中何か。これね、ちょっとわかんないんですけどね、これね。何ですか？昨日もちょっと調べね、んですけど、ちょっとまだわかんないんですね。12日、速報、うん。日食が起きている最中、何か巨大なものが南極から去っていった。レーダーが捉えた。日食の最中に南極大陸から前代未聞の異変が発生。この真っ黒いやつですね。南極大陸の深海から謎の物体が出現し、大西洋を劇的に横断する様子に世界が驚愕の目を向けている。レーダー画像は異常な動きを捉えており、専門家を当惑させ、その発生源と意味について激しい憶測を呼んでいる。しかしそれだけではない。まるで SF スリラーのように、
津波部位が2000メートルを超える驚異的な急降下を記録し、その、答えを求める緊急の声が上がっている。皆既日食後の南極では一体何が起こったのか。ね、これが、昨日私ちょっと、X にはまだ投稿できてないんですけれども、テレグラムの方には投稿、これ動画があって、その動画の投稿したんですけれども、これずっと動いて、もうアメリカのに近いところまで動いていっているんですよね。何なんでしょうかね。え、今もいます？私見たら。もう消えたのかな？で、それで消えたみたいですね。うん、動いて消えたみたいな。そこまでの動画を昨日私投稿したので、ちょっとまた X にも投稿しますね。はい、それを。え、もう消えたの？もう消えたんでね。うん。で、もうだいぶアメリカの近いところまで行っていて、なんか。どこかの国に直撃したっていう話は聞かないですよね。うん。で、これ。何だったのかわからない。なんかで、アメリカに、で、なんだかな。17日にアメリカに到達するかなんか。なんか言ってましたけどね、最後。マイクバラさんが、転送されていたんですけれども、ちょっと、また、後ほど。ちょっと今、どこにいたか分かんない。わかんない。ちょっと行くんでないですね。はい。確か、今日、17日にアメリカに到達するって言ってました。はい。はい。で、なんか、波がすごいみたいなね。うん。はい、じゃあ次。はい、キス。そうですね、イッスドンバチカンネ、うん、イランの首都に今日ヘブライ語で書かれた壁画がメッセージを送っている、これですね、うん、十分な食料と物資を蓄えてありますか、復讐の日は近いというメッセージが送られたというのは、これちょっと前ですね、数日前の話ですね。はい、で次、イランは警告。はい、こちら。イランが米国に警告を発した。イスラエルを守ればイランの標的になるぞと。ね、もうアメリカも巻き込む算段ですね、これはね。12日の話です。あれ違うの、ちょっと。あ、それちょっと上ですね。イランは警告ってやつだったんです、今のは。あ、そっかそっか。うん。それ、で、次がトラさんです。こっちだった。そっちだったんですね。こっちでした。すいません。はい。で、次がトラさん。次が。トラさん。次こっち見ますね、はい。ドナルド・トラさんは、第三次世界大戦について警告したということですね。はい。はい。これ、今日ですね。今日早朝ぐらいにやってた、あれで、なんか演説やってたんですけど、うん、それでそう言ったらしいです。また。はい、じゃあ次、ミサイル攻撃。イッス北部の現在の状況。ミサイルの大群と迎撃している様子。うん、怒ってますね、もうこれ。これさっきテレビでもこの画像出てます。これ本当ですか、うんうん、NHK で、うん。すごい、もう始まってるじゃないですか、ね。始まっても、確実に始まってます。ね、うん、イッス国内では全ての医師に対して夜間緊急医療を提供するために病院への常駐を要請したと。もう始まってますか、もう危機迫る感じになってきますね、うんうん、もう始まっている、事実上始まってるじゃないですか、うん、イランとイスラエルのドンバチ開始でしょうか、うん、開始ですね、うん、はい、はい、開始しましたね、コンテナ船もね、うん、そうそうそう、占拠しました、ね、そう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 、はい、それもさっき NHK で出てました、うん、うーんと今のがミサイル、特攻看護、特攻警告。こちらが、これまでにイッスとイランへの特攻警告を発令した国、アメリカ、ドイツ、フランス、イギリス、インド、ロシア、オーストリア、カナダ、ノルウェー。この辺の国がもう、過去、特攻をダメよって。言ってダメよってね、うん、ダメよって言ったっていうことでした。はい、次一数で警報、はい、うん、速報、一数で敵対的な航空機侵入警報が鳴っている、鳴っているらしいです、はい、鳴ったみたいですね、はい、鳴ったそうです、
もうミサイル迎撃してたぐらい、ね、うん、そうですかね、そりゃそうですよ ね、 ね、もうやってますね、始まってますね、はい、でクリス・ミラーズ、ちょっとどこの映像かよくわからないですけれども、うん、こういうね、あ、ね、めっちゃどこだかわかんないんですけど、その後ブワーっと、うん、そこからタンク車に、ここからめちゃくちゃ戦車とかに変わってくる、うんうん、だんだんなんか重厚感を増して、重厚感増してくるんですほらすごいのいっぱい、うん、すごい、まあ、こんな感じでものものしいこと起こってますよって、はい、いうことでした。じゃあ次、これちょっと毛色の違う話に入りますけど、ワクワク関連、これもまた今週は多いんですよね、ワクワク関連ね、多い、なんかまた増えてきましたね、めっちゃもういい、これももう終わりを近、うん、終わりが近いっていうのでまたニュースが、うんうん、出てきてますね、うん、いいことです。そうですね、じゃあこちら、ドイツがダタチティカニュースさんから、ドイツ、コロちゃんのパンデミックは嘘だった当初から動きをスキャンしてきた何百万人もの、ワピーズたちはその再びその、正しさを証明された。ドイツでも、もうコロちゃんは存在せず、コロちゃん対策は健康とは何の関係もなく、国民を奴隷化するための政府と諜報機関による作戦であり、一つの政府、世界政府の下で、独裁への布石であったことが今や公然と認められて、知ってたけど、はい、知ってたけど、やっと、はい、やっと、これが結構。これ大丈夫かな、これまた動画削除する。あ、ちょっとやばいかな。ちょっとここぐらいにしときましょうか。お願いします、YouTube さん。お願い、見逃して。見逃してね、これちょっとやめといた方がいいかな。もう消しとこう。もう遅いかもしれない。はい、こっちもダメ。こっちは大丈夫、こっちは大丈夫だな、動画って、画像的には。うん。はい。手短に。どうか。うん。ファインのザーが安全性データのない無認可の、うん、コロワクを違法に宣伝したことを深く謝罪したんですって。ファインのザーは州規制当局から5度目の叱責を受け、無認可のコロワクを宣伝したことを深く謝罪した。無認可ですよ、うん、この動きにより同社は英国の PMCPA 処方薬実施基準局からまたも叱責処分を受けることとなった。叱責どんどん叱責しよう、うん、はい、じゃあ次、はい、ファウのチーさん、久しぶりに見ました、はい、じゃあ、ランドポール上院議員はアンソニーのファウのチーさん博士が、コロちゃん発生前に CIA と行った秘密の非公式訪問を調査すると発表した。もうすぐ、これ本当にこれ来ますね。もうすぐですよ。本当にもうすぐだと思います。もうバンバン出てきますね。ね、うん。いっぺんに来るかな。ね、EBS とかといっぺんに来るかな。うん、どうだろうね。次、犬の散歩中に。かわいそうなお話ですね。これ、ワクワク推奨してたジャーナリストですか？うん、うん、で。犬の散歩中に死亡。また一人、ワクを推進したジャーナリストが急死した、うん。私たちが多くの人に警告し、耳を傾けてくれるよう懇願した通りである。彼は犬の散歩中に急死した。このワンちゃんがかわいそう。ね、かわいそうね。うん、うん、この人は全然、あ、まあ、そんなかわいそうじゃないけど。まあでも、騙されていた。ね。ね、うん、死亡や障害につながるという証拠が今ほどあったにもかかわらず、オーストラリア国民に危険な注射を打つように推奨していたとき、彼は敬意を示していたのだろうか。はい。はい、テレビのジャーナリスト。ね。うん。はい。亡くなりました。そうやって、ね、こういうことがいっぱい起こってるんで、もう本当なんかそういう意味でもメドベッド早くしてもらわないと、うん、ね、この人はまあ、仕方ないとして、うん、本当にね、知らないで騙されて、打たされてしまった人たち、うん、が、ね、同じ目にあったらかわいそうなので、うん、職場にね、強制されてとか、されて打ったとかね、うん、ね、
ちょっとフィルさん後にしますね。はい。フィルさん後にして、でちょっと他のやつ進めましょう。はい。じゃあ次トラさん。はい、どうぞ。これは今週。あ、これ違いますね。すみません。これも先週、いっぱい先週ですので、最後、ちゃんとやってないから。次、ダンちゃん。12時。はい、ダンちゃん。はい、ダンちゃん。もう12時過ぎました。そうそう、過ぎちゃったんですよ。これ、まあ、こういう動画入れたい、投稿されたよっていうことで、うん、トラーさん。これ、何気にタイガーウッズなんですよね。あ、この、後ろに映ってる人。そうそうそう、そう、うん。で、グレーターゲインがアメリカに、ほー、入るかな、入るかな、入らないかな。っていう。で、タイガーウッズ喜んでるよ、マガとトラさんということで。というね。これ、素晴らしいですね。ね、もう、すごい、ようできた。うん。うん。ダンちゃん、センス良すぎ。そう。はい。じゃあ次、イーロン。はい、あ、今もうなんだっけ、主要人物の腰の向きに入ってます。はい、で次こちら、イーロン・マスク氏は今月インドを訪問し、モディ首相と会談する。インドにテスラの新工場を建設し、投資をする計画を発表する予定、はい、とのことです、うん、モディさんとあります。うん、はい、ブリックスのモディさんです、うんうん、じゃあ次、イーロンとミレー、はい、ミレーとも会いましたね、はい、うん、アルゼンチンのハビエル・ミレー大統領が今週中に米国のテスラ工場を訪問し、イーロン・マスク氏と会う予定、はい、はい、そこからの、からの実際に会いました、会いました。詳しくはちょっとわからないんですけれども、あ、これ、イーロン・マスクがテキサスのテスラ工場でアルゼンチンのハビエル・ミレイ大統領と会談、うん、はい、会いました。そしてその次がクリス・ミラーさんからで、ね、この握手が、まあ、ハビエル・ミレイはユダヤ人臭いですね、うんうんうん、というね、その下、うん、下下がってもらって、これね、はい、はい、これでしたと、はい、この手首まで掴んで握手する握手、うん、ってこと、そうそう、ってこと、うんうん、あ、うん、あ、あ、ん？え、そういうこと？で、あ、多分そのこれ、うん、その3本の指で、いろいろあるんですよ、これ、私知ってるんですけど、あ、3本の指で、うん、そうそう、で、で、あと他にもあるんです、なんか、うん、薬指でこちょこちょっとする合図とかね、いろいろある。それありますよね。4つぐらいあるんですよ、うんうん。これはミレイさんの方がイーロンの、手にそれをしてるって。っていうことですね。この3本の指。イーロンは普通。イーロンの効果はしないですよね。うんうん、3本の指で。うんうん、だからそれを仕掛けたけど、イーロンは落ちなかったです、ね。うん。もうミレイはそうですね、グレーですからですね。うんうんうん、ということでした。キッシー。はい。主要人物に格上げされて。うん、別に主要じゃないけど。はい。国賓対応されちゃって。国賓だね。うん、はい。という、こういう感じで行きましたよ、うん、と。はい。まあ、このドレスがシルバーっていうのもあるのかもしれないですね。本当ですね。シルバーコム。うん。シルバーコムかしら。うん。という、はい、はい。こんな感じで。こんな感じで。じゃあ次、浮かれ写真。うん、どっちでもいいかな、これ。まあいいか。一応あげましょうか。よ、読まなくていいかな。キッシー、バイジーとの浮かれ写真に、加え批判が殺到した痛恨の言い間違い、言い間違いとかなんかもうボケボケというのがいろいろ言われてますよ。さっきと動画と同じ写真。そうですね。はい。でもそんなもんでいいです。
で次プー様。はい。こちらブリックス、中国とロシアが大規模なパートナーシップを発表ということで、これね、うん、このね、イスのドンパチを前に、これは、ま、この間から同じようなニュースがいっぱいありますけど、これはかなり気になりますね、はい、経済的だけじゃなく軍事的にもね。はい、で次バイジー。速報、バマオ政権時代にバイ・ジーの速記者を務めた人物が当時の副大統領を投獄し弾劾すべきだと考える理由を説明した書籍を出版した。書籍を出版したらしいですよ。出版したらしいです。家政婦は見たみたいな感じで一回見て、ね、近くで見てきたから、うんうん、それをもう投獄すべきだと言っているということ、うんね、これまた話題になりそう。なりそうですね、はい。次、マイク・ジョンソン、はい。マイク・ジョンソンが最近ね、結構浮上してきて、はい、もうこれも全部シナリオだと、うん、シナリオ的ですけれども、めちゃくちゃ悪いこと企んでるかのような、うん、そういうニュースがいっぱい出てきてるんですけれども、マイク・ジョンソン氏とドナルド・トラさんが、外国人の投票を防ぐ法案、あ、これはそのニュースじゃないか。法案を推進へ。マイク・ジョンソン下院議員は、トラさんのマーラゴー、で、外国人の投稿を阻止することを目的とした法案を推進する。これはいい話ですね。企画に詳しい人物によると、ジョンソン下院議員は金曜日にトラさんのマーラゴ邸でトラさんと共同記者会見を開き、下院議長が連邦選挙における外国人の投票問題を浮き彫りにするための法案を宣伝する予定だという。このイベントで選挙セキュリティの問題に関して共和党議員をチームに参加させるための取り組みでもあるとその人物は語ったという。これはいいことですね。はい、はい、向けて、はい、じゃあここまでで、あとフィルさんいきますね。はいはい、はい、じゃあフィルさんでも戻りました。でフィルさんで、あ、フィルさん11日、あ、いいか、11日からでいいや、11日にかっていきますね、はい、でこちらが、新しい法のライブの、字幕をつけた文なんですけども、箇条書きにした部分読んでいきますね。4月10日東部時間、午前8時か9時ごろ、アメリカの最高司令官のトラさんがブリックス加盟に署名した。フィルによるブリックスの加盟国、申請中の国も含むのリストに日本が入ってました。素晴らしい。金準備高トップ10の国のうち、スイス以外はブリックスにということで。で、ちなみにその金準備高の、スイス以外、金準備高、スイスも間もなく入るって別の部分で言ってました。間もなく入らざるを得ない状態にはなると言ってました。で、金準備高ランキング。について。で、最初にその話をしたんですよね。でもその後に続く内容のために。で、10位オランダ、9位インド、8位日本。日本8位でした。で、7位スイス、6位中国、5位ロシア、4位フランス、3位イタリア、2位ドイツ、1位アメリカでした。はい。で、その最初この話をして、で、この時、最初の話の時点では、そのアメリカの、ブリックスに入る署名をしたっていう発表する前の段階だったので、10カ国中の8カ国はブリックス加盟または加盟申請中の国だねって言ってて、で、言ってて、その後この1位のアメリカが、ブリックス加盟したっていうことなんで、を発表されたので、こんだけの上位国、上位の国が全部ブリックスなわけですよ。っていうことです、うん。はい。すごいことです。それだけもう、金本位制、金の、をたくさん持っている国々がブリックスに加盟していっているよっていうことなんですね。うん、はい。
次、トラさんは金本位先生で何年も前からツイートしてきた。トラさんは大統領2期目の1月にネサラを施行する予定だった。これ前もトラあのフィルさんに言ってたんですけども、1月にその、就任人 2期目の就任の1月の予定だったんですよ。でそれが阻止されたことでもう本当にあの怒っていたんですよね。その2期目、ね、あの不正選挙で倍次がなった時にもうネサラをあの施行するつもりだったから、それで怒っていたということでした。でトラさんはネサラを施行できなかったという事実を唯一の戦いのモチベーションとしてきた。これはあの、トラさんの側近あのに近い人物があのそういうふうに言ってましたって言ってクスッと笑ってたんで、まあ、ダンちゃんのことだと思いますけど。で、アメリカのブリックス加盟により世界中の多くの問題が解決される。はい。もうこれはお金の部分でっていうことですね。これね、おそらくね、日本のことを多分ね、示唆するような、して言ってくれてたのかなって思うんですけれども、この先ほどの、その、ブリックス加盟国で金保有国の中で、金をたくさん保有している国の中で名前が挙がってた国も、あの、その、アメリカの、まあ、借金の影響を受けているから、そういった国も、あの、値下げ差が施行されたら救われるからっていう言い方をしてたので、おそらく日本のことを言ってると思います。国債いっぱい買わされてる私たちのことをね。で、2020年の選挙が行われなくなるための大きなイベントは夏のいつかに起こる。それは、選挙をひっくり返す。これ夏のって言ったんですね。なんでサマーですね。はい。日にちとかは言わなかったですけれども、そのいつかに起こります。ことでした。なので7月ですね。で、7月っていう言い方は別のタイミングでしたんですね。この今回のライブじゃなくて。だからおそらく7月18日のさっきのジンホーさんのお話とすごい一致するなと思いました。次、ブリックスは本格的な値下げ差し行の第一段階。債務免除が第二段階。世界的な軍事衝突の解決が第3段階。その第1段階、もうブリックスの本格的な、加盟が、値下げ債の第一歩なので、それが第1段階まで来たと。パート1まで来たと。あと、パート2、パート3が起こるよっていうことでした。で、次。アメリカのブリックス加盟が、金価格高騰の理由の一つ。で、銀も上がります。トゥザムーンへ。また言ってました。で、次。連邦準備制度と世界中の中央銀行制度は消滅する。今、現在、カバちゃんは無力で絶望している。なんて言ったかな。ホープレスでヘルプレスって言ってたかな。忘れた。ヘルプレスでホープレスって言ってた。無力で、絶望している。で、次。あなたは今、人類史上最高の時代を生きている。これも よく言ってますけども、今回もまたすごい情感込めて言ってました。で、金曜日、日本時間の土曜に別のショーで戻ってきます。って言ったけど、これが明日に変わったんですよね。私たちはもっといろいろなことを話すつもりだ、違ったことを言って。私たちはって、我々はって言ったんですよね。なんか、ちょいちょいこの話の中で、私って言わずに私たちっていうことが多いんですよ、ヒルさん。だからこれ今のなんでまた B って言ったんだろうって思うことが多いので、もうそれはもうフィルさんがそのホワイトハットの一員として代表して言ってるっていうことだろう、ことをわざと言ってるんだと思うんですけれども、で今回もその次のショーで私たちはもっといろいろな話をするつもりだって言ったので、またちょっともしかして EBS かなってちょっと思っちゃったりしたんですけれども、はい、と思ったりしましたが、ちょっと今日なかったし分かりませんけれども、ごめんなさい。またちょっとそれ下、もうちょっと下がってもらいたいです。ちょっと待って。あれ、消えちゃった。下下がってもらって、もっともっと下まで下がってもらって。うん。下下がってもらえますか？あれ？スーパーマリオのとこ。はい、はい、そうです。フィルさんの T シャツ、スーパーマリオのゲマ。で、
スーパーマリオは、ブリックスをた、ね、スーパーマリオの T シャツ着てたんですよね。うん、でスーパーマリオは、レンガをこう叩いて、金貨がポロンポロンポロンって金貨を手に入れるので、そういう意味もあるんじゃないかと、うん、ブリックス、ね、レンガ、ブリックスを叩いて金貨を手に入れる。で、フィルさんのシャツや帽子の文字は常にコムです。なので、ね、かなって思いました。で、今回のスーパーマリオの一応ゲマの方は、偽旗作戦、ね、これ、デリート・ザ・エリートって面白いですよね。デリート・ザ・エリート。エリートを、削除しよう。で、ブームブームブーム。で、デリート削除。うん、そうそうそう。デリートしろと。うん、はい。で、The Art of the War は、孫子の兵法のことですね。それは、トラさんもよくこの話をするので、うん、はい。そういうのをもしかしたら意味してるかもってことなんですけれども、まあやっぱり、ね、その後、あ、その下、これそれだったっけ？ん？あ、違うな。あ、この下は、あ、じゃあこの下、もう一回。一回戻ってもらって、テレグラムの方に戻ってもらって、でその下、はいで。こちらがこの時のスーパーマリオの T シャツじゃなくて、そこはいいんだ。もうちょっと下下がってもらって、もうちょっと下下がってもらって、で、フィルチャットより、これですね。ジェレミーをパトリオットライジングでトーマスについて話しています。で、ゲマで トーマスが出てきたから。その、これちょっと、あ、まあ、いや、これはちょっといいですわ。これ、まだ今、検証中です。で、その次。これも全部言っちゃったね、今。あ、じゃあいいです。すいません。今のやつ、良かったです。戻ります。テレグラムに戻ります。はい。はい。で、戻ってね、ちょっとそのね、9日に入る前に、うん、一番下の、フィルさんの中の一番下のスーパーマリオをお願いします。はい、これだよね、確か。これね。はい。で、こちら、スーパーマリオ見つけたで、これ、なんか、私的には、東京バナナ見つけたみたいな、音程でしゃ言ってほしかった感じで、スーパーマリオ見つけたです。で、首相が YG にプレゼント、輪島塗りやマリオ、ビースト同情もっていうことで、これね、キッシーがホワイトハウスに行った時のお土産がスーパーマリオだったという。うん、で、このまま下下がってもらえますか。なんか一応ここにちょろっと映ってるんですけど、なんかちょっと、あ、まあいいや。ちょっと、なんかぬいぐるみみたいな映ってるんですけども、これ？うん、ここね、うん。これがそのスーパーマリオグッズなんですよ。うん、なんだろうね。うん、ちょっと下下がってもらって。何のキャラでしょう。ちょっとわかんないんですけど。緑。これ、もっともっともっと下下がってもらって、こっちが、これが、うん、あ、ちょっともう一個下。これが、そのグッズ、持ってたグッズの。あ、この緑。あ、これじゃないですか、ね。ヨッシーかな？ヨッシーとかかな？わかんないけど。うん、ヨッシーとルイージー。かもしれない。緑はそうですね。それでね、そういうものを、のぬいぐるみとか、そういうグッズを、もう絶対全部連携してるから、もうホワイトハット作戦ですよ、それで。この後また、また作戦でしょ、普通。何言いたい？偽旗作戦を言いたいのか、ちょっと。いや、欲しいです、まこれもらって、うわぁ、キッシありがとうって思うかな、バイビー。思わないよね。ということで。もう実用性がないですね。ね、ぬいぐるみとかもらっても、大統領。ね、いらないよね。まあ、カバンとかはまだね。使うでも、まあ、ね、エコバッグに、エコバッグにできるかもしれないけどね。いらんなーっていう感じ。おっさんがね、ぬいぐるみもらってもらっても嬉しくないと思うんだけど同棲中ね、孫にあげるぐらい、ねね、今時別にスーパーマリオのやつをもらった孫も別に嬉しくもないなんかね、まあ、なぜかまたここでスーパーマリオが出てきたことがもう私的には、ね、なんかアヘンもなんかスーパーマリオのなんかオリンピックのなんか開会式にスーパーマリオのなんかね、T シャツ、あ、なんだっけ
T シャツ着てたかな、何か。あ、本当に？なんかスーパーマリオの何かを持って登場してましたよね。あ、本当に？アヘ、アヘが生きてる時ね。生きてる時。うん。知らない知らない。そうなんだ。はい、じゃあちょっと戻りまして、9日。はい。テレグラムの方に戻っていただいて、9日の方行きますね。上上がってもらって、はい、9日の方行きますね。はい。こちらまず字幕つけたところからいきますね。こちら字幕の方が、で、5日の、ニュージャージー地震に関するトピックス部分に字幕をつけましたということで、このね、9日のライブはすごいたくさんいろんな話があって、多岐にわたりすぎたんですけので、あとで その概要の方はまた別で要約しているところを読みますけれども、この中の、そのニュージャージーの地震についてのところをですね、子どもちゃん救出作戦のところの件ですね。こちら、金曜日 4月5日のニュージャージーの地震は、ホワイトハットによる 大規模なトンネル破壊のための軍事作戦だった。ニュージャージーの海岸線を起点とする巨大トンネルは、バミューダ、フロリダ、メキシコ、カリブ海の島々へと続く。フロリダはトンネルが分岐している場所で、世界中で場所だったということですね。で、世界中で起こる地震は、これこの間別件でも言ってましたけれども、世界中で起こる地震はほぼ全てが人工で、カバちゃんがトンネルを掘るために起こってたんですね、今までね。で、今はホワイトハットが、カバちゃんが作ったトンネルを破壊するために起こっている場合もあると。で、彼らはニューヨークでさらった子供たちをニュージャージーまで陸路で連れて行き、トンネルを通り、カリブ海の島々などに運んでいた。でもね、途中で、ニューヨークでいなくなったら、すぐ飛行機とかそういうもので、よその国に行ったんじゃないかっていうふうに、思われて、そういう捜索をされることが多かったみたいですけれども、実際には実は陸路でニュージャージーまで連れて行って、そこからトンネルを通ってたので、捜索している人たちが絶対気づかないような、そういうルートをいつも通ってたので、いつも毎回その、連れ去りが成功していたみたいですね。はい。で、軍用機70台が地震と同時に配備された。で、されていたということですね。で、これは、フィルさんのお家からすごく近いところだったというふうにフィルさんは言ってました。ハイレベルな軍事作戦によりほとんどのトンネルが閉鎖された。そうです。これも本当にパチパチですよ。ほとんどの、トンネルの、一番そのメインだったニュージャージーの部分が、の東海岸の部分が閉鎖されたそうです。ホワイトハットは、日食を見よ、サンが起動するかもしれないぞ、1880年のような巨大地震が日食と一緒に来るかもしれないぞとかって言って、軍事作戦から注意をそらし、注意そらしをする試みをしたということで、日食がどうちゃら、サンがとか言ってたのはホワイトハットの方が、その本当のその子供ちゃん救出作戦から皆さんの注意をそらすために、プロパガンダしていたということでしたね。で、あなたがそれを言うとバカみたいにしか聞こえませんよってフィルさん言ってました。そんなことあるわけないでしょって言ってました。で、下そのまま下がっていただいて、もうちょっと下がってもらって、この日の全体の予約はこちらのところをクリックしていただいて、で、ここを押して、はい、押してください。はい。で、この日の、ライブ全体の要約ですね。これも読んでいきますね。私が言った通り、日食では何も起こらなかった。3は、ラハイナの、ダイレクトエネルギー兵器による攻撃以降をホワイトハットがコントロールしている。ね、これも言ってました。前から言ってました。で、ダイレクトエネルギー兵器は、青い屋根の家が燃えないよう、青い色を避けるように周波数調整をしていた。で、それをコントロールしていたのは3だったということでした。はい。で、これはだから青い屋根を避けるんじゃなくて赤い屋根を避けるとか、なんか周波数の調整ができるみたいです。で、今回はその、あらかじめエリートの人たちの家の屋根を青い屋根にするように言ってあって、
で、あの 青は燃えないからっていうことを、あの仲間内で、あのそういうふうに言って、青い車に乗ったり、青い屋根の、あの家を建てたりとかっていうのを、あの知っている人たちはしていたということですね。で日食の日程は、フラットアースに基づく数学の計算により導き出すことができる。その数学をサロスという、っていう、もうこれは別で動画も上げて詳しく説明してくださってました。はい。でも、その日食の日程の計算は、あの、あくまでもフラットアースの上での、あの、計算方法があって、その計算を数学者たちが、あの、天文学者たちが、あの、計算しているので、あの、地球が丸くはないです。はい。で、3は本気でポータルを開き、サタンとその手下、ミニオンズやデーモンを呼び寄せようとして、はい、していたんです。で、カバールや、DS たちは、もうほんの少しの力しか持っていない。例えるなら、ホワイトハットがケンタッキーダービーで優勝するような筋骨隆々の強い馬なら、彼らは生後6ヶ月の子犬のようなもんだ。子犬の長所は小さくて素早いことだが、で、あの、ただぐるぐる回って逃げ続けるんだっていうことで、彼らはただ逃げてるだけで今、あの、特に、あの、何の反撃もしていない。ただ逃げ回っている。ということでした。で、以前に言った通り、2024年の11月に選挙があるとは思っていない。11月の前にビッグイベントがあるだろう。で、ここで、別件で、アメリカの 90% 以上の政治家が悪に加担しているので、あの、それらが排除されるイベントもあるって言ってました。楽しみですね。うん。はい。で、それが7月より後になるとは思えない。7月を過ぎると選挙に進むことになってしまうから、7月よりも先に起こるって言ってました。はい、ここでも7月って言ってたんですよね。はい。そうなんですよ。7月を過ぎちゃうともう選挙に進むことになるらしいです。で、その前に、あの、絶対起こるって言ってました。で、今夜のインテルはそのビッグイベントについて、それはアメリカの非常に高い地位の軍の注意や大佐によるものだということ。で、クリス・ミラーは信頼できるかを、判断する際に相手の目を直接見なければならないと言ったということで。これちょっと後で別件があるんですけど、今日そこまで話せないな。地殻プレートというものは存在せず、ほぼ全ての地震が人工だ。トンネルを掘る際にカバちゃんが起こしているものと、トンネルを破壊する際にファイトアットが起こしているものと2つあると。で、あと、神が起こって大地を揺らすものも、あるにはあると言ってました。で、毎月5万人、年間60万人の子供たちが行方不明になり、トンネルを通って運ばれてきたが、今ホワイトハットの努力によりそんなに多くはない。地下深くのトンネルは、ホワイトハットによりほとんどが封鎖されている。東海岸で起きた地震はメキシコにつながるのを阻止した。メキシコやカリブ海の島々に続くようになったらもう終わりだ。これさっきの話ですね。で、DC のトンネルはニュージャージーにあるメイントンネルにつながっていた。で、フィルが着ている、シュプリームの、シャツの、意味は、私はこのっていう、あ、これ Q&A ですね。私はこのブランドが好きだが、このシャツの文字は間違いなく最高裁と関係がある。最高裁のコムだ。自分で言ってました。で、イーロン・マスクはホワイトハットかっていう質問で、イーロンは実在する人間であり、ホワイトハットの大物だ。彼はもともとはそうではなかった。しかし、ある分野で我々を手伝うためにスカウトされ、現在は多くのことに関係している。で、次。私は人が死んでも永遠に死ぬわけではないと信じている。あなたのエネルギーは地球に残る。死んだらもう生きている肉体はなくなるけれども、エネルギーは別の場所に行くんだと思う。あなたはいつも愛する人を見下ろしていると思う。天国にいるあなたは大地から、大空から地球を見下ろす、小さな窓のようなもので星になるんだ。空にはたくさんの星があり、かつて地上にいた人たちはみんなそうなのかな？そうなるのかな？空には地球の砂粒よりもたくさんの星があるそうだ。ということで。フィルさんはそういうふうに信じているということです。星は、亡くなった人たちが星になるってね、なんか昔からちょっと言い伝え的なのがありますけど、フィルさんはそれが本当だと信じてらっしゃるって言ってました。で、バマオさんはディディを助けたのかっていう質問に対して、バマオは自分自身を助ける能力されないっていうことで、で、ディディは
鳥のようにさえずっているよって言ってました、また、うん、はい、4月8日の今日は射手座の最初の日だということについて話そうって言ったんですけど、射手座って言ったんですよ、サジタリウスって言ったんですけど、これアクエリアスの言い間違いだと思うんですけど、ヒルさんがこんな言い間違いをもう珍しいからなんかの根かもしれないっていうことで、なんで、あ、で、だから、今日は、4月の8日、今日、8日は、グレートイヤーの始まりの日で、本来は4月がカレンダーの始まりの月だったが、カバちゃんが私たちを混乱させるためにコントロールしてきましたよねっていうことで。で、彼らは私たちが地球エーテルや自分自身の本質的な部分と調和することを望んでいないから、そういうためにこういう嘘800ばっかり言うんですよっていうことで。で、ということでした。はい、戻ります。そしたら、こちらでもうちょっとね、後で話したかったやつをちょっと一個飛ばして、で、ちょっとあと、ニュース関連の中で、テレビなんか、なんかあったんじゃなかったかな、もういいか。あ、もういいですね。なんかなんかありましたけど、まあいいです。じゃあ、今日の内容は以上に、はい、もう半なので。私のテレグラムのその話もあるんですよ。ああ、そうです。じゃあ、それお願いします。まあ、半なんで。もう半過ぎてますね。うんうんうん、でもまあ、10分押して始めたので、まあ、とりあえず行きましょう、それ。繋がってますよね。だいぶ繋がってますよね。大丈夫ね。うん。止まったりしても、うん。うん。大丈夫です。うんうん。ちょっとテレグラム表示。あ、お願いします。よいしょ、ちょっと待って。うんうん、上か。上に行かないといけない。あ、そうですね。うん、あ、そうそう。最初に、さっきタイパンさんおっしゃってた、マーク・ゼットさんの、うん、車椅子の画像。あ、それだ。これですよね。ちょっと待ってね。映ってない、ね、今映って。これですよね、多分。うんうん、これなんか、コラっぽくて、なんかコラっぽくないですか、なんか後ろの背景と、なんか合成っぽいな、みたいな、ちょっと思ってた、ね。車椅子の感じの、うんうん。なんか本当かなって思って、ちょっと出さなかったです、うん。本当なんですね。うんこれマーク Z さんの新型の車椅子です。うん。これですよね、タイパーさんね。はい。で、次。したら、どうしたらいいんだ？一回これ消す。一回ちょっと消して、うん、それでまた上に戻る。上に戻り。うん、これだ。うん。飛んで、で、また表示させる。あ、そうそう、これね。今、テレグラムの画面が見えてると思います。うん。今週に、ちょっと時間がなさすぎて、訳せなかった、訳文をまとめられなかった動画と音声が、二つ三つ、あったので、それをちょっと口頭だけで、ちょっと話そうと思うんですけど、これと、これと、これ、うん、うん。あ、お願いします。じゃあ最初これからね。はい。うんね、ちょっと多分動画動いてないと思うんですけど。うん。これは日食の話で、うん、で、今回の4月8日の日食は、人工の日食だったっていう。ああ、うん。人工の日食だったっていう話なんですけども、ちょっとまとまってないんですけども、まあ、この女性の方は、まあ、何度も、今回の日食は自然に発生した日食ではないっていうふうにずっと言われていたと。で、
で、この方のスイスに住む友人っていう人が、記事を送ってきて、で、ドイツの記事らしいんですけども、人工的に作り出した日食の研究っていう記事だったらしいんですね。で、それでベルギーの ESA っていう会社があるんですけども、で、その会社は、太陽シミュレーターなども製造している企業らしくって、それでその企業が先週、4月8日の、前の週ですね。4月8日の前の週に、ある探査機を2つ打ち上げたらしいんですよ。上空に打ち上げたらしいんですよ。で、それで、人工的に日食を作り出すことができるっていう発表も同時にしたらしいんですよ。4月8日の前の週に。それで、その2つの探査機っていうのは、コールターとコロナグラフっていう2つの探査機で、それで、で、研究チームによると、コールターとコロナグラフっていう2つの探査機を、太陽の近くに打ち上げて、それで、コロナグラフを太陽に接近させた場所に、接近させた場所に配置して、そして、コールターを使って、そのコロナグラフに対して、だからコロナグラフを太陽に見せてたんですね。それでコロナグラフ、コールターを使ってコロナグラフに対して影を落としていくっていうことをしてたんです。で、そうして人工日食を作り出していたと。で、なので、本物太陽っていうか、人工太陽。本物太陽も人工太陽ではあるんですけども、本物太陽ではなくて、人々から見えてた日食が起きてた太陽っていうのは、探査機のコロナグラフであったと。で、そこに、もう一つの探査機を使って影を落としていって人工日食を作り出していたと、この方は言っています。で、待ってね。それはスイスの新聞にも掲載されて、で、打ち上げ。で、それで、その4月8日に、その、2つの探査機の打ち上げますっていう発表を、ごめんなさい。4月8日にこの2つの探査機が打ち上げられたそうです。なので日にちもぴったり合いますね、と。偶然なのかもしれないですが、偶然を突き詰めて考えてみましょうと。ね、なんかクリス・ミラーさんが、ね、画像を上げてましたよね。太陽の真後ろに小さい飛行機みたいなのがシューって飛んでる、それがこれかもしれないですね、そのコロナなんちゃらかもしれないですね、かもしれないね、それ知っててクリス・ミラーさん上げたのかもしれない、こんなもんです、で日食の、人工日食の話は以上です。で、これと、これは、内容は同じ、似たような内容だったので。それで、この音声ですね。これもトゥルスウォーリアさんからの音声で、これ全部トゥルスウォーリアさんからです。で、音声の方は、これは、これは5分ぐらいの音声で、なんか2年前まで諜報機関に勤めていたという方と、
一緒に食事をされたっていう方の話で、うんうん、で、その方は、まあ、2年前に退職してらっしゃるので、もう、何でも話せるよっていうふうに言っていて。はいはいはい。で、NDA がもうない。はい。で、それでその方は、一緒に食事をされた方は、まあ、ネセラについて知ってるかっていうふうに聞いたり、まあ、ネセラについて知ってますかって聞いて、あと、金や銀についても知ってるかっていうふうに聞いたところ、まあ、彼はもちろん知っていますと。で、答えましたと。で、彼が言うには、元諜報機関の方ね。で、その彼が言うには、金と銀へ投資してくださいって言ってたそうです。うんうんうん、で、ネセラが先に来るんですか？何が、金融リセットが先に来るんですかっていうふうに聞いたところ、彼はネセラがおそらく先に来るだろうって言ったそうです。まあ、彼曰く、金融リセットよりも、RV よりもネセラが先に来るでしょうって言ってたらしいんですけども、まあ、でも2年前の、時点の話なので、そうですね。うん。まあ、今はかなり、イベントが起きる順番っていうのはかなり今は前後してるので、うん。これはあんまり当てにならないかもしれないです。うん、うん。はい。で、で、目覚めているのは何パーセントぐらいなの？世界で何パーセントぐらいなんですかっていう話で、うん、で、25% ぐらいでしょうと。うん、で、しかし、まあ、ホワイトアウトは 50% は言ってほしかったらしいですけども、うん、退職してから2年は経つので、もっと増えているかもしれませんと。うんうん、で、ね。で、Q のことを、Q ドロップの Q プラスと Q プラスプラスは誰なのか知っていますかって聞いたところ、うんうん。それはトランプとかジョンジョンではなくて、うん、あ、トランプって言うじゃない。トラさんとかジョンジョンではなくて、うん、エズラとエフリン将軍ですって答えたそうです。私、プラスプラスプラス、なんかこれ、フィルさんも言ってませんか？そうそう。エズラと、フリー将軍だって。って言ってたそうです。はい、で、プラスとプラスプラスとプラスプラスプラスがいるんで、そうですね。そう、うん、多分。そう、プラスプラ、Q プラスとプラスプラス。プラスとプラスプラス。だそうです、うん。エズラだと思いますね。はい。フリーさんもだろうでしょうね。で、そんなもんかな？うん。通販見てない。うん。これすべて。あとは銀。まあ、銀は、今まで抑制されてきたの。確実に抑制されてきたので。うん。で、金よりも価値が出るよ。うん。で、金は不足した、銀は不足している、うん。うん。で、これから飛び上がります。うん。うん。そんなもんかな？はい。はい、そんなもんです。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。ちょっとチャットの準備してもらって、その準備してもらってる間に、うん、私も、実は今日ホワイトハット筋の方の、白ブート情報がちょっと実はあって、で、本当はゆっくり話そうと思ってたんですけど、まあ、後で投稿するつもりではいるんですけど、ちょっとできるかわかんないですけど、で、その中ちょっと重要事項の部分だけちょっとさらっと話しますね。で、まあ、今回は、ちょっと、ホワイトハット筋の方のズバリの方とのからの情報はちょっと得られなかったです。私はちょっと、C32 とかなのか、VC25 なのか、
エアフォース1だか2だかに当たる飛行機が、日本に来てたので、それのことについて知ってることがあったら教えてほしいってことで質問したんですけれども、ちょっとその情報得られなかったんですけれども、ちょっとその件は今はまだわかんないんですけれども、一応ね、ブリックスの会議が15日から24日までまた、来週あるらしいんですね。で、どこから話そうかな。で、一応まあ RV に関して今まで、妨害とかもあって遅れましたけれども、まあ、マーク・ゼットさんが言われてた通り、何の妨げもなければ15日から始まるかもしれませんよと。で、ブリックス会議が終わって24日の水曜日までなんで、それが終わった頃から T5 の交換が始まるだろうっていうふうにおっしゃってたっていう話を聞きました。ちょっと確かかどうか分かりませんけど、そういう話が。あとちょっと細かい話がいっぱいあるんですけれども、またこれは文章にまとめて、はい、話しま、まとめます。はい、じゃあ今日はこ、私はここまでで。はい、じゃあそうしましたら、チャット読んで。はい、はい。はい。よいしょ。じゃあちょっとチャット読みたいと思います。はい。はい、ちょっと探しますので、お待ちくださいませ。うんうん、やっぱアメリカのブリックス加盟っていうのがもう一つの鍵をクリアしているので、もうこれでもうRV の全体進行を妨げるものもなくなったってことなんで、それもすごく大きなことですね。はい、もうちょっと楽しみですね。来週だ、いろんな情報が来週って言ってる。どこまで読みました？はい、どこまで？わかんないね。トラさんのラリーの登場。もうちょっとそのぐらいからにしましょうか。もうちょっと。飛ばした人は申し訳ない。死んだら星になる。もうだいぶ。もっと上ですね。うん、最近の話っぽいですね。あれどこだっけ？あれもっと上かな？あ、もっと上ですね。うん、あ、チーズ色のスクランブルエッグ。これ読みました。うん、プリマで銀貨購入。あ、これは読みました。日本の硬貨10円玉。野村不動産。あ、トミーコーまでですね。うん、八九すいません。トミーコーでした。トミコ。トミコ。うん。トミコだ。うん。トミコだ。うん、八九さん。耳動く。国広富幸。うん、もうちょっと今日は、細かいのを飛ばして、ちょっと全部読まないときましょう。選ぶの難しいですよ。めめしいと馬鹿にする松崎しげるさん、危機一髪の時に叫ぶ言葉です。伊藤さん、お二人の配信に半年前に出会いました。そのおかげでいろんな備えができました。いつも貴重な情報、翻訳、字幕までつけていただき、解説ありがとうございます。タイパンさん、関税契約とはどんな内容ですか？関税契約、どんな内容ですか？わかんないです。ゆきこさん、みかなんかおりさん、こんばんは。間に合った。本日もお世話になります。いや、ゆきこさん、いつもお世話になってます。ハチックさん、すごい謎解き、感謝です。よいしょ。どれだ？ゆきこさん、ジブの話がゴーグルニュースにも、昨日出ました。これが、グーグルニュースか、うん、これがものすごいことだと認識しました。うん、そうですね。で、ロナゾロさん、カリさん、ミカさん、こんばんは。とうとう来ますね。伊藤さん、ジブのことすごいニュースですね。うん、ね、すごいニュースね。うん、ヒデヒデさん、バイジーの弾劾裁判の件、全く知りませんでした。ゆきこさん、これが表に出たとなると、アジアのクジラはここかな？ひでひでさん、南極の件は巨大マザーシップの可能性？なるほど。ね、うん、可能性あります。未知と遭遇。
伊藤さん、ゆきこさん、日本でもどんでん返し起きそうですよね。今日の池袋のデモすごい人数だったみたい。池袋で、あ、そうなんですね。すごいデモがあったみたいですね。うん、タイパーさん、N の H の K も、真実法を守るようになってきたってことかな。うん、ね、コミュニティではないです。あ、でもなんちゃら、なんちゃら真実法ってやつ、あれデマみたいですけどね。うん、あれちょっとね、不足さですよね。あれはちょっと結構、デマであるエビデンスがありますね。はい。タイパーさん、ドイツの嘘もすごい作戦だね。そうですね。うん。ヒデヒデさん。ドイツはなっちゃんの、もういくつ寝るとですね。はい。自分はなっちゃんが未だに勢力あるというのを聞きましたよ。サヤズナブさん、アディーレが健康被害訴訟に動き出した。おお。あ、そうなんですね。うん、お、素晴らしい。ゆきこさん、トラさん早く帰ってこないと発狂しそうだ。伊藤さん、シャーズさん、アディーレ怪しいのかと思ってたのが意外でした。うんうん、ゆきこさん、あ、ミレイさんが、イロにっていうことだったんですね。納得です。ありがとうございます。うん、タイパンさん、三者会談したのは驚いた。マルコス大統領と。ボンタロさん、情報をまとめてくれて感謝です。ありがとうございます。皆さんにも。ヒデヒデさん、皆さん、私は20年から22年の、あの時に枠について声を上げなかった企業は全てあっち側だと思ってます。うん。そうだと思います。うん、伊藤さん、みんな、なっちゃん支持者になっちゃったみたいだった。枠強制を無視したら、周囲が避けてきて傷ついたな。全体、うん、全体主義怖いと思います。全体主義怖いと思いました。うん、タイパンさん、ボンボンマルコス大統領のお父さんは元のマルコス大統領、お母さんはイメルダ夫人ですからね。ご本人はわかりませんがね。ゆきこさん、7月まで帰らないの嫌だな。モチベが下がる。トラスね。ね。でもその前にいろんなこときっと起こりますから。はい。最終とどめがそれですね。うん。伊藤さん、トラさん、はいよ。辛いからはいよね。ノンさん、イメルダ夫人のヒールグッズのコレクション思い出した。わかんない。ゆきこさん、日本はまだ強制ではなかったので、自由の話で通じなければ、裁判で確実に負けるからね。伊藤さん、強制じゃなかったですね。そっか。でも空気圧はすごかった。うん、逃げ回ったし、逃げ切ってよかった。個人の健康に関わることは個人の自由ですもんね。うん、そうです。あのさん、アヘンもブラジルのオリンピックでマリオ。そうですね。あ、本当に。あ、ぬいぐるみ、あ、ぬいぐるみして、着ぐるみ着てたんですね。うん、あ、そうなんだ。八福さん、アヘ、ブラジルのオリンピックで、安倍、マリオ。あ、アベマリオ。そうでしたね。着ぐるみを着てたんですね。ありがとうございます。アベマリアじゃなくて、アベマリオ。アベゲマ。伊藤さん、あの頃、アヘさんは、ブリックスに日本も入るよって示唆だったのかな。それはないんじゃないかな。さすがに、そんなに早くは。ノンさん、7月中になんとかすべての、方をつけたいですね。うん。つくと思います、きっと。うん。深読みしすぎだね。ひでひでさん、90% 以上の政治家があっち側。はい。政治、芸能人やスポーツ界、大学などの知識人も消えるってことですね。消えてほしい。消えると思います。ゆきこさん、レンガのスーツがマリオとつながる。八福さん。昨年の11月ぐらいに公表されたって思っていたけど、そこから120日以内の値下げ選挙はなかった。今回本当に値下げ差が公表されたなら、そこから120日以内に値下げ選挙が始まり、7月に大きなイベントが始まるのもなってた、うんうん。確かにそうですね。はい、うん、死んだら欲しいんだろ。ゆきこさん、トラさんラリーの登場した男性もレンガのスーツでしたね。うん、そうそうそう。伊藤さん、7月か、あとちょっとだね。あとちょっとだ。うん、ゆきこさん、魂は永遠。
え、7月まで勘弁してと正直思いましたね。うん、3つまとめては役とかありがとうございますね。お恥ずかしい。ハチックさん、すごく同感ですが、その間もいろいろ D クラスがあって、イベントがあって楽しめると思って、日々サバイバルしていきたいと思います。そうですね。サバイバルしていきましょう。ヒデヒデさん、トラさん映画は7月まで続きます。トラさん映画は7月まで続きました。T4B と RV は直近で迅速だと思います。私もそう思ってます。ハチックさん、香里さん見えないけどなんか食べてますね。うん、見えないですか？食べてませんよ。隠れて食べてませんよ。食べてない。ゆっこさん、環境があまり良くないとサバイバルもしんどくなる、ね、これなんて言うんでしょうね。これなんて言うんですか？これ。ひさとめ。わかんないぞ。来る。クルド、うん、ハチックさん、いつも美味しそうだし気になりあんまり話が入ってこない。話入ってこない。今日はケチャップつけながら、ケチャップも汚くなったけど、ケチャップつけながら、もぐもぐタイムして、なんだっけ、フライドポテト食べてます。飯テロなんか食しない。よく、ミカさん、意味の解釈説明ありがとうございます、うん。ヒディーゼさん、日食自体が白帽子の作戦というのは全然あり得る話ですね。うん、50% 目覚める、日本にいると絵空ごとに感じる。ねえ、ね、50% とか。ないな、50% はないな。うん、ゆきこさん、プラスプラスもあったのですね、ありがとうございます。ハチフクさん、日食に限らず宇宙や地球、宇宙人のこと、地球と人類の歴史や真実、DS の闇の暴露、デクラスが一番私は楽しいです。10日間でも全然足りないけど、闇の10日間はないという話もあったりとか、よくわからないけど、やはり待つしかないですね。そうですね。タイパンさん、自分の予想だと20日土曜日が最後かな。会えない時のために、こんにちは、こんばんは、そしておやすみ。おやすみなさい。うん。ゆきこさん、原子力国際運動が23か26。日本の福島に来るけど大丈夫かな。あ、なんかありましたね。そういうニュースね。本当だ。私も拾ったことあります。翔さん、今日はデモすごかったですね。今日も、日本も目覚めてきたかも。今日も素晴らしいです。ありがとうございます。獣人こうちゃんさん、今夜も遅くまでありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。未来さん、今夜も遅くまでありがとうございます。ね、こうちゃんさん、いつも、なんだっけ、メディアブルにいつもね、コメントしてくださって、いつもありがとうございます。そうですね。ありがとうございます。あと、メディアブルで、サポーターになってくださってる方。ね、ありがとうございます。励みになります。本当にありがとうございます。未来さん、今夜も遅くまでありがとうございました。ゆきこさん、遅くまでありがとうございました。ありがとうございます。ゆきひろさん、今夜もありがとうございました。伊藤さん、ありがとうございました。シャージナブルさん、今日もありがとうございました。バイジー。ARB 北海 DS 壊滅、来週こそお願いします。いやさか。本当に頼みますよ。ヒデさん、最後のライブ配信お疲れ様でした。最後です。ありがとうございます。シロシロさん、カオリさん、ミカさん、今夜もありがとうございました。ニーナさん、今日もお疲れ様でした。ありがとうございました。ヨコ R さん、ありがとうございました。ナオコさん、最終回ありがとうございました。最終回ありがとうございました。来週お祝いライブ。お祝いライブで。ひまりんこさん、かおりさん、みかさん、情報収集と配信、本当にありがとうございます。少しの間、こちらのライブお休みとなると思います。そうですね。はい、もうなりますんで。もう大変お世話になりました。はい、以上です。もう。ということで。もう、だから、うるさくてさ。どうしちゃったんだろうね。何かに反応して。はい。じゃあ、そういうことで。はい、じゃあ、今日。じゃあお開きいたします。はいはい、じゃあそういうことで、じゃあちょっとね、押してしまって今日は長くなっちゃいましたけれども、はい、ちょっとスタートも遅かったんで、はい、はい、では本日も皆さんご清聴いただきありがとうございました。長々とありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、では以上でお開きとさせていただきます。はい、じゃあよろしいですか。はい、じゃあ失礼します。はい、おやすみなさい。はい、おやすみなさい。はい、ありがとうございました。失礼します。はい、では